これを聞いてください。次のバーベキューパーティーが救急室で終了しないようにするには、グリルを掃除するために使用するステンレスブラシを処分することをお勧めします。毎年病院に駆け込む人が100人を超えています。どうや鋼のブラシは簡単にブラシから離れ、調理済みの食べ物にくっついて口の中へと入ります。食べ物を飲み込むたび、それらはどんどん奥へと進みます。それらは口、喉、食道、または腸のどこかの内壁に突き刺さったり穴を開けたりする可能性があるんです。この症状は様々な異なる状態の兆候である可能性があります。そしてその毛はとても小さいため、見つけるのが非常に困難であり、問題を早期に解決するための貴重な時間を失ってしまう可能性があります。場合によっては緊急治療室へ一度行けば完治する可能性もありますが、毛がより深い組織、例えば首、胸、腹部に移動すると感染を引き起こし、複雑な手術が必要になるかもしれません。これはミシガン州に住む63歳の女性の話。彼女は夫が焼いたホットドッグを食べていて、最初の一口から何かがおかしいと感じていました。非常に痛みを伴う喉の痛みのせいで、食べ物をほとんど飲み込めず病院へと駆け込みました。医者は検査後、彼女を一時帰宅させましたが、症状はますます悪化。数ヶ月後の CT スキャンで、喉の奥に髪の毛ほどの細い金属片があることが原因と分かりました。これによって手術でそれを取り除くことができました。安全のためステンレスブラシを大切に扱い、食材を置く前にきちんと確認、緩んだり垂れ下がったワイヤーが見つかったら取り除いてください。もしそれが面倒であれば、ブラシをそのまま捨てるのも一つの方法です。木製パドル、軽石、ナイロンブラシ、液体グリルクリーナーなど安全な代替品もあります。またアルミホイルを丸めてボール状にし、グリル用トングで持ちながら汚れたグリルグレートを磨くのも効果的です。料理のプロによると、半分に切った玉ねぎも同様に役立つそうです。あなたのバーベキューパーティーに招かれずしてやってきたイモムシは、可愛くて無害に見えるかもしれませんが、全てが安全に手に取っていいというわけではありません。アメリカだけでも痛みを与える毒を持つイモムシがいくつか存在します。トゲや剛毛がある、またはふわふわしている明るい色のイモムシは毒を持っている可能性が高いので、触らない方がいいでしょう。多くのイモムシは毒腺につながった毛やトゲを持っています。これらは歯の裏側に隠れることが多いので、見逃してしまうかもしれません。ですから庭仕事をする際には、手袋や長袖の服を着用するのがおすすめです。お肌が感謝するはず。もし誤って刺された場合は、粘着テープを使って毛やトゲを取り除き、その後石鹸と水でその部分を洗えばよいでしょう。パーティーの後、涼むために水泳やボート遊びに行く予定があるなら、藻類の繁殖はただの水中の奇妙な色彩だけでなく、深刻な影響を与えるものだと覚えておいてください。藻類の繁殖は有毒で、あなたやペットにもトラブルを引き起こします。症状は非常に不快で、トイレで長時間過ごすことになります。藻類の異常発生は、水中に大量の細菌が存在することを意味するため、泳ぐのは控え、どんなに喉が渇いていてもその水は飲まないようにしましょう。また万が一肌にその水がかかった場合は、すぐに清潔な水で長めにシャワーをかけてください。危険な藻類の異常発生についてはメディアが地域の事例を報告するはずですので、近くに湖に行く前に確認するようにしましょう。野生のパースニップは夏の悪夢には出てこないかもしれませんが、この黄色い花を咲かせる植物はあなたの体にかなり厄介なことをする可能性があります。パースニップにはソラレンという物質が含まれており、誤って触れた状態で日光浴を楽しむと、その効果は厄介です。植物との望まない遭遇の結果、数ヶ月間も皮膚に濃い赤色や茶色の変色が残ることがあります。主に5月から7月の間に活発で悪質になるので注意が必要です。さて、庭用ホースはステンレスブラシとは違い、小さな金属部品がないため安全だと思うかもしれませんが、それはどうでしょう。直射日光の元に放置すると、内部の水温が49度まで上昇することがあります。このような温度の水を人にかけると、これは肌によくありませんね。特に若者やペットにとっては非常に危険です。ですから、もし誰かが気づかずにいたら、ホースを力ずくで奪い、遊ぶ前に数秒間水を流してください。彼らのためです。強い日差しも、鉛やフタル酸などのホース自体に含まれる有害な化学物質を加熱することになります。ですから、ホースの素材を確認し、
飲料用や遊び用に使用するのであれば、鉛フリーや飲料水安全とラベルのついた安全なものに交換してください。そしてもしすでに安全なものを持っているのに突然ひどい悪臭を感じたら、それは溜まった水を好む藻類や細菌のせいかもしれません。それが肌に触れたり誤って飲み込んだりすると深刻な健康問題が発生する可能性があります。最善策はホースを交換することです。ホースを使用した後は涼しくて日陰の場所に保管し、よく排水してください。トランポリンを愛するのに年齢は関係ありませんが、トランポリンから愛されず脊椎損傷や骨折を招くことがあります。このような怪我は若い使用者に毎年ほぼ10万件も発生しており、それは宙返りや回転中に良くない姿勢で落下するか、ひどい着地の仕方をしたのが原因でしょう。トランポリンでリスクが高くなるのは複数人が同時に使用している時です。トランポリンでの事故のほとんどは2人の子供が飛んでいる時にぶつかることで起こります。そしてネットやパッドはその対策にはなりません。安全を確保するためには一度に1人だけがトランポリンを使用するようにしてください。またトランポリンの金属フレーム、スプリング、フックを完全に覆う衝撃吸収パッドを設置する必要もあります。パッドが古くなっている兆候、例えば裂け目やほつれが見られた場合、直ちに交換する必要がありそうです。またトランポリンが平らな地面に設置してあり、他の建造物や木に近すぎないようにしてください。裏庭にある滑り台は金属製でもプラスチック製でも太陽の下でフライパンのように熱くなり、最高で87度に達することがあります。ですから飛び乗ったり他の誰かに使わせたりする前に全体の温度を確認してください。たとえ妹や他の愛しい人に一緒に滑ろうとお願いされても耐えましょう。この滑り台は特定のサイズの一人用に設計されています。二人で一緒に滑ると小さな足が大きな足とスライドの縁の間に挟まることがあり、また速度も増すことで様々なトラブルを引き起こす可能性があります。暑い季節はどんなに魅力的に感じたとしても、公園の美しい芝生や、たとえそれが家の庭であったとしても裸足では歩かないでください。草むらに何が隠れているか分かりませんし、もし錆びた釘のような鋭いものを踏んでしまったら大変なことになります。また日常の夏用の靴としてビーチサンダルもあまり良くはありません。アーチサポートがほとんどなく、歩幅が短くなり体に負担がかかることがあります。これは足、関節、筋肉にとって良くないのです。これらに気をつけて素晴らしい夏をお過ごしください。これらの刃にはカットをスムーズにするための切れ込みがついています。前側の切れ込みは製造中刃を分離するのに役立ち、後ろの切れ込みは刃が滑りやすくなるのを助けます。前側の切れ込みは製造中刃を分離するのに役立ち、後ろの切れ込みは刃が滑りやすくなるのを助けます。そして面白いことに、前側の切れ込みは未使用かを確認する指標にもなります。シルバーとブラックの刃はどちらも同じ材料で作られていますが、ブラックの方が鋭く硬い材料を切断するのに適しています。シルバーの刃は切断力と耐久力のバランスが取られています。より強力な切断力を求めるならブラックを選んでください。あと、もう一つ忘れていましたが、これらの刃は食べ物を切るためのものではありません。錆止めやオイルがコーティングされており、人間にとって安全ではありません。見てください、子供の頃を思い出しますね。私の祖母がこんなトマト型のピンクッションを持っていたのを覚えています。そしてそれは時々胡椒がかかりサラダのように見えることもありました。でも信じられないかもしれませんが、このサラダには目的があるのです。トマトはピンを固定する一方、胡椒には砂が詰まっていてピンを鋭く保つのを助けるのです。それだけではなく、砕いたクルミもピンを良い状態に保つために使うことができます。この多機能ツールと小さなフックを見てください。一見謎めいていますが、実は非常に便利です。少なくとも4つの用途があります。1つ、キャンプ用品や重い荷物など運ぶのが大変なものを持ち運ぶのに使えます。2つ、ワイヤーをねじるときや結び目をほどきたいとき、このフックが役立ちます。3つ、頑固なジッパー、例えばスーツケースのジッパーを開けるのに便利です。4つ、チープなキャプテンフックを演じるのに最適です。他の用途を知っている方はコメントで教えてください。
Apple ユーザーの皆様、この機能があれば洗濯物に驚かされることがなくなります。ほら、一度はあるでしょ、洗濯物を取り出すとペット用のように服が小さくなっていることが。実は iPhone のカメラがその奇妙な洗濯表示を翻訳してくれます。ただし2つの条件があります。 iOS17 で携帯の言語設定が英語であること。洗濯機表示の写真を撮り、写真アプリに移動して画像の詳細を確認してください。すべてが自動的に解読説明されます。多くのトースターには底の部分に取り外し可能なパンくずトレイがついています。トースターをスムーズに動作させ、火災の危険性を避けるためにこれらのトレイを定期的に掃除することが非常に重要です。トレイを取り出し、パンくずを振り落とすだけで大丈夫。どこで振り落とすかはお好みで。ガソリンポンプにある小さなコンパートメントは飾りではありません。実際には給油中にキャップを置くためのものです。この便利な機能により周りがすっきりし、ハンドルにこぼれてしまうのを防ぎます。汚れるガソリン給油にさよならを告げ、より清潔なポンプに挨拶しましょう。それに加えて全体の作業がずっと便利で効率的になります。あなたのオーブンはとても油っぽく汚れてしまい、豚のお家に見えることさえあるでしょう。冗談ですよ、あなたが几帳面なのは知っています。さて、キッチンの掃除をさらにレベルアップさせたいならこちらのヒントをどうぞ。ほとんどのオーブンドアには便利なラッチがついています。ドアを取り外して簡単に掃除できるようになっており、腰への負担を軽減します。麺やジャガイモを湯切りする際、わざわざシンクのザルに移す必要はありません。ザルをそのまま鍋に入れて押さえつけながら液体を注ぎ出すだけです。特に素材から出たでんぷん質入りの水をレシピのために保存したい場合、とても便利になります。ちなみに本格的なパスタには必須です。しばらく前にリサイクルショップでこの宝石を1ドル未満で手に入れたとしましょう。灰皿として使われてきたためかなりくたびれていますが、再び命を吹き込むことに決めました。ここからその輝きを取り戻す方法です。アルミホイルで覆ったボウルに沸騰したお湯、重曹、食塩を混ぜ合わせます。約15分間浸し、このプロセスを3回繰り返します。浸透させている間、マクロファイバークロスで頑固な汚れを優しくこすり落とします。最後の浸しの後、乾かしてから歯磨き粉、重曹、過酸化水素を塗ります。綺麗な乾いたマクロファイバークロスで残った曇りを磨き上げます。すすぎが終わると、そのアイテムは鏡のように輝いています。アルミホイルの箱の側面にはシートを簡単に取り出せる便利なタブがついています。これは製品の使用を非常に楽にするためのちょっとした特典のようなもので、毎回スムーズに使えます。手で開ける缶切りは便利な栓抜き機能を備えていることが多いです。一石二鳥の道具ですね。しかし、この栓抜きに別の有用な機能があることをご存知でしたか？それは頑固で開かない瓶の蓋を緩めるのに役立ちます。栓抜きを使って何箇所かで蓋を少し持ち上げるだけで簡単に蓋が回るのを確認できます。どうやら食パンの頭とお尻のスライスは最後に取っておくべきだということが分かりました。それはパンのハックのようです。どうやらこの端の部分は他のパンをより長く新鮮に保つのを助けるそうで、他の部分を食べ尽くすまで残した方がいいらしいです。次回サンドイッチを作るときは端の部分を最後まで取っておいてください。パンを食べるのにも戦略が必要です。食洗機の最上段にある青いレバーをご覧ください。私もそれに興味がありましたが、実際にはウォーターボトル用のスプレーで洗浄サイクル中にボトルがしっかりと洗浄され、すすぎが行われるようにするためのものです。ほとんどの野菜ピーラーにはジャガイモの芽を取り除くための小さなスクープがついています。クールなヒントをあげましょう。実は野菜ピーラーは両方向に使えばより早く皮を剥くことができますが、多くの人は一方向にしか使っていません。黄色いマスタードを使うときはキャップを完全に開けてカチッという音がするまで押し込んでください。
そうすることでキャップがしっかり固定され、マスタードを食べ物にかけるときに邪魔になりません。これだけで調味料の使用が手軽で楽しいものになります。鍋やフライパンの端にある小さな穴をご存知ですか？これは飾りではなく、フォークやスプーンの便利なホルダーとして使えるのです。次に料理をする際は、この便利な穴に調理器具を差し込んでそばに置いておくと良いでしょう。念のためのお知らせですが、天井ファンの回転方向を季節に合わせて変更するのを忘れないでください。そしてついでにきれいに掃除してください。多くの人が季節ごとに反転させるのがいいと感じていたので、再度親切なリマインダーです。熱い空気を下に押し下げるか、冷たい空気を引き上げるかのどちらか選びましょう。ピザを食べるときは箱の上部をちぎって大きなお皿として使いましょう。箱を半分に破って畳み、余った分を保存することもできます。それでは今日はここまで。何？もっと面白い事実を知りたいですって？もちろん、そのためにはチャンネル登録と通知ボタンを押してください。待ってますよ。公共のトイレは非常に汚く使えない状態なのに、それでもお金を払わなければならないときは本当にイライラします。しかしここには完全に透明なトイレブースがあり、使える状態かどうかを事前に確認できます。この革新的なアイデアは日本で生まれました。大丈夫、このトイレはあなたのプライバシーを奪いません。この新しい透明トイレは使用時に不透明になる特殊なカラーガラスで作られています。さらに夜になると様々な色に光る明かりのおかげで美しい公園のランタンになるのです。中国の一部の警察署でガチョウが雇われることになりました。中国のある省では夜の警察署を安全に保つ方法を見つけたのです。犬の代わりに彼らはガチョウに頼っています。数年前までは警察署への侵入事件が起こっていましたが、ガチョウの警備が解決しました。彼らは侵入者を見つけ、没収されたバイクを盗む前に警告してくれるのです。専門家は、非常に鋭い感覚を持ち常に高い警戒状態にあるガチョウは優れた警備員になると考えています。素晴らしい聴覚と視覚を持っているので、遠くから異変を見つけることができます。また彼らは非常に縄張り意識が強く、警察署や鶏小屋を守るのに最適です。おやつで釣ることができる犬とは違い、ガチョウは一度ガーガー鳴き始めると止まりません。彼らを落ち着かせるのは少し大変ですが、それ以外はほとんど手間がかからず、割れたコーンと草を与えるだけで準備万端です。ジンバブエ第二の都市ブラワーヨ市民は、給水制限によって発生した下水の詰まりを解消するため、住民全員が同時にトイレを流すよう要請されました。市議会は水が復旧した午後7時半に住民が一斉にトイレを流すことで、溜まった汚れがきれいに流れることを望んでいました。最初の同時洗浄は成功しましたが、一部の住民はその効果に疑問を抱いていました。しかし市はこの取り組みを週に2回続ける計画を立て、市民の協力によって下水道の問題に対処しながら、インフラの損傷を最小限に抑えることを期待していました。一部の住民は疑っていましたが、休暇中に猫を預ける先がない人への解決策は1970年代にゲイリー・ダールが考案済みです。彼は食べ物も高額な動物病院もいらない最高のペットを作り出したのです。その革新的なアイデアはペットロックと命名されました。彼はペットとして小石を飼うことを提案し、そのアイデアで大金持ちになったのです。元は友人同士のジョークから始まった案でしたが、ダールが丁寧にパッケージ化し、遊び心あるストーリーをつけたことで大ヒットしました。ペットロックは1975年に人気ホリデーギフトとなり、1ダース約4ドルで約150万個も売れました。50年前の4ドルは今より大きい価値があります。ブームは徐々に衰えていきましたが、ペットロックがポップカルチャーやおもちゃ業界に与えた影響は今も残っています。そしてトレンドは再び戻ってきたようで、韓国で新たなブームが起こっているのです。そこでは若者が石を飼いならし、顔を描き、名前までつけているのです。イタリアアルプスの小さな村では、近くの山に建てられた巨大な鏡のおかげで冬がとても明るくなりました。この鏡は高さ5メートル、幅8メートルで、太陽の光を反射させるよう村の広場に戦略的に置かれています。
鏡が置かれる前、人口わずか200人ほどのビガネラは谷間の急な斜面のせいで毎年11月11日から2月2日まで暗闇に包まれていました。そこで市長はこの画期的な鏡を約10万ユーロで導入することを決めたのです。言うまでもなく村全体が大喜びしています。もう寒さで家に閉じ込められることはありません。そして今住民たちは歴史的なこの広場で太陽を浴びることができます。特に暗さのせいで塞ぎがちだった高齢者たちが喜んでいます。クッキーやアイスクリームの本物のバニラ風味はビーバーのお尻から抽出した分泌物で代替されることがあります。 SNS では時々自然な風味と書かれたラベルにカストリウムという物質が含まれる可能性を警告する投稿が見られるかもしれません。ビーバーがお尻近くの腺から甘い香りの食用物質カストリウムを出すのは事実です。しかし地元で見つけることはないでしょう。この素材が使われるのはかなり稀で値段も高いと専門家は言います。カストリウムはビーバーの尻尾近くの匂い腺に見られる黄褐色の粘液です。彼らはこれで縄張りを示し人間が簡単に感じられる匂いを残します。カストリウムは古くから薬や香水に使われてきましたが近年食品への使用は一般的ではなくバニリンのような安い合成代替物が好まれています。FDA はこの物質は安全に食べられるとしていますが食品用の供給があるわけではないので誤って食べる可能性はかなり低いです。雨上がりの散歩は清々しいものです。街が輝きを増し空気も爽やかで改めて太陽を迎えた人の気持ちも高揚します。唯一のデメリットは湿ったベンチや椅子です。幸運なことに韓国から来た革新的なデザイナーたちがこの問題への賢い解決策を考案しました。このベンチには羽板がついており取っ手を回すだけで乾いた面に回転できます。これならデート中にズボンが濡れて気まずくなる瞬間を心配せずに済みますね。 LA には奇妙な黒いプラスチックボールが水面を覆う貯水池があります。このシェードボールは飾りではなく3400万ドルもの大規模プロジェクトの一部で水源の汚染と蒸発から保護するためのものです。ボールに水を入れ何百万個も貯水池に放出することで他の方法よりも約2億5000万ドルも節約することが期待されています。シェードボールのアイデアはロサンゼルス市水電局の元生物学者から生まれました。彼らは空港の排水池で鳥よけに使用されるボールからインスピレーションを得ました。黒いボールは1つあたり36セントしかかからず現在では LA 周辺の4つの貯水池で使用されており LA だけでなんと9600万個のボールが浮かんでいます。ボールが黒いのはカーボンによって UV 線の吸収を助けるためです。これにより太陽光がプラスチックを抜けて水に当たるのを防ぎます。専門家は薄い色では同じ効果が得られないと言います。アウトドア用品では一日中直射日光に当たる素材を助けるためにカーボンを使用することはよくあります。ルート66は世界中から観光客を引きつける有名なアメリカの歴史の一部です。しかしかつて実際に歌う道路が存在したのはご存知ですか？ニューメキシコには歌う道路または音楽の道路として知られた区間がありました。道路に埋め込まれたスピード防止帯を車が走るとアメリカザ・ビューティフルという曲を演奏したのです。ドライバーはメロディーを聴くために時速60キロで走る必要があり集中力を高め気が散ることを防ぎます。長時間にわたってスピード防止帯を走行することはタイヤにとって理想的ではないかもしれませんがニューメキシコの歌う道路は旅行者に楽しい経験を提供していました。この道路はもう歌っていませんが音楽の道路はデンマーク、日本、韓国、メキシコ、サンマリノを含む世界各国で見ることができます。アーティストのアリソン・ショッツ氏は私たちがなぜ壁を作るのかを問い人生について考えるよう促す鏡でできたクールなフェンスを制作しています。彼女はこの幻想的なインスタレーションを2003年からあらゆる場所に設置してきました。このフェンスは周りの世界を映しそれを滑らかなものか奇抜なものに変えてしまいます。この芸術のおかげでその地域がよりオープンで友好的に感じられるでしょう。しかし同時にこの新しいフェンスが子供やペット、鳥の安全にどう影響するかも考えるべきかもしれません。どんなに賢い人でも家の防犯対策では大きな間違いを犯します。例えばダイヤル錠を使用することとか、
ダイヤル錠を使うと、私みたいなちょろい人は大きなトラブルに巻き込まれるかもしれません。ダイヤル錠の便利さは否定できません。鍵をなくしてしまう心配がありませんからね。でもダイヤル錠の最大の問題は、試行錯誤を繰り返せば鍵を開けられる点。そして腕の立つ大泥棒でなくてもそれは可能で、じっくり試せば誰でもロックを解除できます。つまり便利さは安全性を犠牲にしてなっているのです。これはすべてダイヤル錠の仕組みがその理由。ダイヤル錠の内部には回転ディスクが複数あり、各ディスクはダイヤルの数字と一致しています。正しい組み合わせを入力すると、内部のパーツが完全に並んでロックを開けるための通り道が開きます。しかしこのシンプルさがもろ刃の剣。限定された数字に頼っていると、時間と忍耐力さえあれば誰でも片っ端から組み合わせを試しまくることができるのです。というわけで、ダイヤル錠は強盗を目論む人にとってより予測可能かつ悪用可能な挑戦なのです。また他の実用的な制限も存在します。ダイヤル錠の中には、雨、雪、極度の低温など過酷な気象条件に対して耐性がない製品もありますからね。その場合、機能面や信頼性に悪影響を及ぼしてしまいます。さらに組み合わせを入力するのは、鍵を差し込むより時間がかかるので、緊急時や素早いアクセスが必要な状況では不便になったり問題となる可能性もあります。長々と述べましたが、他の種類の鍵なら信頼できるという意味ではありません。どの鍵もそれぞれ弱点があります。次はロックキーを見てみましょう。一見すると物理的に唯一無二な鍵と、複雑な内部構造を持つロックキーはよりセキュリティが高いように見えますね。ピンが鍵の切り込みと完全に一致しなければならない複雑な設計は、窃盗犯に対して頑丈な防犯対策となるかに見えます。しかし実際はロックキーは簡単に習得可能なピッキングなどの様々な回避方法に対して脆弱であることがあります。またロックキーを誤って使ってしまう可能性があります。セキュリティ対策の始まりですね。家の周り、例えば玄関マットや石の下にスペアキーを隠してしまうと、ロックキーの安全性は大幅に低下します。また鍵の所有者が知らないうちに合鍵を作られてしまうリスクもありますね。そしてスペアキーをどこにも隠さず誰にも渡さないよう注意していても、空き巣犯が錠前をこじ開けようとする可能性があります。空き巣犯の力が強かったり、しばらく家が留守になっていることを知っていた場合、家の中の貴重品が取られてしまうかもしれません。ではセキュリティキーボックスはどうでしょうか。賃貸マンションではよく使われていますよね。これは通常壁などの安全な壁面に取り付けられ、正確なコードを入力しないとアクセスできないようになっています。セキュリティキーボックスを使うと鍵を安全に保管する場所ができるので、植木鉢の下にスペアキーを隠すリスクがなくなります。これって健全な防犯対策に聞こえませんか。さてほっと一息つく前に、合言葉を思い出してください。開けられない鍵はないです。セキュリティキーボックスは片っ端から番号を試せるだけでなく、ダイヤル錠同様のリスクにもさらされています。さらに目立った鍵の金庫があること自体、防犯意識が高いことを泥棒に伝えているようなもの。そうするとあなたの家がより魅力的なターゲットに移ってしまうかもしれません。ちょっと矛盾していますよね。でもこのタイプのロックの最悪な点は、鍵1枚で開けられるかもしれないことです。セキュリティキーボックスは通常ロックの内部に複数の回転する円盤が入っています。それぞれの円盤にはゲートと呼ばれる小さな切れ込みがあります。コンビネーションをダイヤルするとその円盤が回転します。ゲートを直線に揃えるのは正しいコンビネーションだけ。一度揃えばロックの内部にあるフェンスと呼ばれる棒またはレバーが揃ったゲートに落ちて鍵が開くという仕組みです。
薄い紙を使えば窃盗犯にキーロックの金庫の設定が分かってしまう可能性があります。その後は数学の技能と運に頼ることになるでしょう。しかしそれを当てるには相当な時間がかかるため、成功する前に誰かに見つかる可能性が高いとは言えます。さて、窃盗犯を絶対に侵入させない完全に信頼できるロックなんてものは存在するのでしょうか。今はデジタルドアロックの時代、一見未来的なこの解決策は指紋認識、ユニークなピンコード付きのキーパッド、さらにはスマートフォンを使ったリモートアクセスなどの機能が装備されています。でもすぐさま購入する前に一息つきましょう。デジタルロックは侵入警報やいつでもコードが変更できるといったセキュリティ機能が強化されています。しかしそれ自体が脆弱性を抱えていることも覚えておいてください。例えば電子ロックは技術的な不具合、ハッキング、あるいはバッテリーの故障の際脆弱である可能性があります。ハイテク系の鍵のタイプとして生体認証ロックもありますね。バイ映画に出てきそうな雰囲気ですが、使ってみると非常に便利。鍵やコードを使う代わりに体の一部、例えば指紋、顔、目などを使ってドアを解錠する仕組みです。こうすることで鍵の盗難、コードの紛失、破壊、ハッキング、溶かしたりドリルで破壊される脅威から保護されるのです。また一部の金庫には認証が間違った場合に備え開閉遅延と自動ブロックがあります。こう見ると生体認証ロックが市場で最も安全に見えますね。とはいえこれはかなり高価な製品、実際に購入する前に価格以上のことを考慮する必要があります。例えば指紋や顔認識機能が失敗した場合、このロックにはキーパッドや普通の鍵などのバックアップオプション付きなので、それで開けることができます。また定期的なメンテナンスが必要です。電池で作動するので時々交換しないといけません。また指紋をちゃんと認識できるように指紋部分はきれいにしておかなければいけません。あとプライバシー問題を忘れてはいけません。個人の生体認証情報をロックに保存することに躊躇する人も存在します。どんな錠前も完全ではないということですね。さて、家の防犯対策は鍵のタイプだけでなく、それ以外の簡単な方法でセキュリティ強化できるんです。例えば日常生活ではあまり人とは関わりたくないタイプの人もいるでしょう。しかし安全上の理由から近所の人と知り合いになってみるのもいいかもしれません。近隣住民と交流したり地域の見守り活動に参加することで安全性も向上します。家を留守にするときは近所の人に知らせておけば、彼らが警戒心を持ってあなたの家の周囲で怪しい動きを見つけた場合、通報してくれるかもしれません。窓から貴重品が見えやすかったり、庭に高価なものが放置されている場合は不要に注意を引いてしまうかもしれません。高価な品物は視界から隠し、カーテンやブラインドを効果的に使用してリスクを減らすようにしてください。多くの人は2階の窓やドアの防犯対策を見落としがちです。2階にアクセスできないというのは大間違い。泥棒は上の階に行くために思いもよらない手を使うかもしれません。はしごや上に登りやすくするような道具は放置せず、どの階の防犯対策にも注意を払いましょう。ホームセキュリティシステムの更新やメンテナンスを怠ると勝手に操作されたり無効にされたりする危険性があります。きちんと機能するように定期的なメンテナンスと更新は確実に行いましょう。屋外の照明が暗い家は泥棒が人目につかず家に近づきやすくなります。不審者に侵入されないためモーションセンサー付きの照明を設置したり、自宅の外観をよく照らしたりするなどの解決策もおすすめです。どれほど多くのセキュリティ対策を講じたところで、それらすべてを回避して家に侵入される可能性が常にあることは覚えておいてください。だからこそ家には金庫を設置するべきなのです。
見過ごされがちな第二の防衛策ですが、泥棒に入られた場合、金庫があれば重要書類、上品、その他かけがえのないものを安全に保護してくれます。最後に、見落とされがちなホームセキュリティはデジタル面。 Wi-Fi が保護されていない場合、サイバー犯罪者はそこからあなたの個人情報やスマートホームデバイスにアクセスするかもしれません。強力なパスワードを使用し、高度なセキュリティを講じてください。あとは、大声で吠える犬を飼うですかね。あ、それは私に効果絶大です。あなたが夢の休暇を計画しているところを想像してみてください。ただし、熱帯のビーチや活気ある都市ではなく、宇宙に行こうかと考えています。無重力で浮かびながら、全く新しい角度から地球を見下ろす自分を想像しましょう。遠くから見ることで、私たちの惑星の美しさや不思議さがさらに際立ちます。今この夢は実現可能です。聞き間違いではありませんよ。宇宙観光です。宇宙観光は何世代にもわたって人々を魅了してきました。このアイデアはほぼ20年前から存在しています。私たちは映画で見たり物語で読んだりしてきましたが、技術の進歩が進み、ついに現実のものになりつつあります。最初の宇宙旅行者はデニス・ティトという実業家で、彼は2001年に国際宇宙ステーションを訪れました。信じられないかもしれませんが、そこには裏があります。その旅行費用は驚異の2000万ドルという莫大な金額で、宇宙旅行は超富裕層にしか手の届かない夢のように思えました。宇宙観光は非常に高価であることは事実です。しかし、それからかなりの時間が経ちました。今、宇宙観光は億万長者でない人々にも手が届きやすくなってきています。もちろんこのサービスはまだ初期段階にありますが、その需要は急上昇しています。専門家たちは、この業界は2023年から2030年まで毎年約 40% の驚異的な速さで成長し続けると信じています。こうした状況を考慮しつつ、近い将来待ち受けていることを話しましょう。宇宙旅行にはいくつかのタイプがあります。まずは宇宙弾道飛行です。これは9万2000メートル以上の高度に到達する、どんな飛行機よりもはるかに高いこの旅では、カーマン線と呼ばれる特別な境界線を越えます。この線は宇宙の境界を示しています。なんてクールなんでしょう。基本的には宇宙への飛び込みと帰還のとても短い旅です。宇宙弾道飛行についてもう少し話しましょう。ロンドンに住んでいるあなたがシドニーへの休暇を考えていると想像してください。通常飛行機で行くには約22時間かかります。本当に長い時間飛行機に座っていることになりますね。でも面白いことがあります。科学者やエンジニアたちは、イギリスからオーストラリアへの旅行を非常に迅速かつエキサイティングにする新しい移動方法に取り組んでいます。異なる都市間の素早い移動に宇宙弾道旅行が使われるかもしれません。通常の飛行機で飛ぶ代わりに、非常に早く移動できる宇宙船に乗ることになります。最近の研究によると、近い将来ロンドンからシドニーまで2時間未満で飛ぶことが可能になるかもしれません。素晴らしいですね。宇宙へと急上昇し、地球を上から見下ろした後、あっという間に戻ってくるのです。さながら大冒険です。イギリス民間航空局によるこの研究は、大気圏外への旅行が私たちの体にどのような影響を与えるかを理解することが目的でした。これを解明するために、研究者たちは勇敢なボランティアを必要としており、32歳から80歳の24人の健康な人を募集しました。彼らはクランウェルにある RAF 遠心加速器と呼ばれる特別な訓練施設に行きました。遠心分離器は巨大な回転椅子のように見える大型機械です。ボランティアはそこに座り、宇宙飛行のシミュレーションを体験しました。彼らは回転させられ、宇宙に行った時に起こる圧力の変化と重力の変化を体感しました。ほとんどがシミュレーションをパスし、すぐに通常の状態に戻りました。重力の影響で一人が一時的に意識を失いましたが、すぐに回復しました。この研究では、いくつかの驚くべき事実が明らかになりました。多くの人は、宇宙飛行をこなすには非常に体力があり、若くなければならないと考えていますが、研究によって高齢者の方が重力の混乱にうまく対応できることが示されたのです。したがって、近い未来に宇宙旅行が発展せず年を取ったとしても、宇宙を訪れる機会はまだあるのです。現在、宇宙弾道飛行の分野で大きな存在となっているのは、バージン・ギャラクティックと
ブルーオリジンの2社です。これらの企業は最大6名の乗客を乗せてスリリングな旅を提供するロケット駆動システムを持っています。バージンギャラクティックはすでに4回のフライトを成功させていますが、最近は財政的な問題に直面しています。一方ブルーオリジンは自社のニューシェパードロケットで32人の乗客を飛ばしています。現状の宇宙旅行はまだ高額です。企業はこうしたフライトの座席に対し35万ポンドもの料金を請求できるのです。ご心配なく、状況はもうすぐ変わるでしょう。専門家たちは今後数十年で宇宙旅行が発展すると考えています。それは飛行機と普及に似た展開かもしれません。現在宇宙短期旅行は非常に高いですが、時が経つにつれて価格は下がっていくでしょう。最終的に宇宙旅行はもっと手頃でアクセスしやすくなり、世界中の人々が利用できるようになります。それは私たちの子供たちだけでなく、私たち自身が宇宙の不思議を体験するチャンスを持つことを意味します。技術の進歩により将来ロケット休暇を計画できるかもしれません。友達に宇宙旅行に行ったと話したらすごい自慢になりますね。さて次は宇宙弾道飛行について話しましょう。これは現実です。宇宙で過ごす時間がもっと長くなります。たった数分ではなく数日から1週間以上も宇宙に滞在できます。9万2千メートルなんて話ではありません。39万6千メートル以上の高さに行くのですから。宇宙にちょっと飛びたい方も、地球の周りを長く冒険したいと思っている方も、宇宙旅行は全員に提供されます。もう空に限界はありません。しかし宇宙旅行は全てが楽しいわけではありません。考慮すべきいくつかの課題もあります。まず環境について話しましょう。宇宙船やロケットの打ち上げには多くのエネルギーが必要で、深刻な大気汚染や騒音を引き起こす可能性があります。かっこいい宇宙旅行と引き換えに私たちの地球を傷つけたくないですよね。次に安全性の問題があります。宇宙旅行はまだ危険を伴い事故が起こるかもしれません。安全プロトコルが整っていても何かが間違う可能性は常にあります。そしてもし問題が発生した場合、その結果は非常に悪いものになるでしょう。残念。宇宙ゴミも問題です。宇宙船が打ち上げられるたびに残されたデブリが長い間軌道上に留まります。打ち上げが増えるにつれデブリの量も増加します。これは他の宇宙船に問題を引き起こす可能性があり、小さなデブリでも機体の損傷につながりかねません。宇宙旅行にはエネルギーや燃料、資材といった多くのリソースが必要です。これらのリソースを急速に消費することは地球や未来の世代に長期的に影響を及ぼすかもしれません。宇宙探査を目指す中でリソースを使い果たさないよう注意する必要があります。全ての法整備も忘れてはなりません。宇宙観光のルールや規制はまだ進化中であり、問題が発生した場合に誰が責任を負うのかが明確ではありません。さらに宇宙観光が国際宇宙法や条約にどう影響するかという懸念もあります。最後の未開拓分野で法的な混乱は望まれていません。最終的に飛行機のように宇宙船を利用する夢を実現するには、より良いインフラと物流が必要です。宇宙船が離着陸できる港をもっと建設する必要があります。大丈夫です。科学者たちはこれらの問題を解決するために積極的に取り組んでいます。もちろん宇宙旅行に湧いているのは私たちだけではなく、政府も楽しみにしています。世界的な現象として多くの国が宇宙旅行に投資しています。この分野にはまだ開発すべきことがたくさんありますが、航空業界が大きな革命を迎える可能性は非常に高いと言えるでしょう。長距離の移動がより早く、よりエキサイティングになるかもしれません。また開発の進行状況から判断すると、最初のブレイクスルーは北米で起こるでしょう。新しい時代の準備はいいですか？とてもワクワクしますね。宇宙が呼んでいます。私たちもそれに応える時が来ました。こうご期待。今や世界中の誰もが新しい親友を持っているようです。この親友が勉強や仕事を手伝ってくれたり、どんな質問にも答えてくれたり、必要であれば人生相談に乗ってくれたりするんです。何より素晴らしいのは、その親友がいつでも手の届くところにいるということ。さてその親友とは誰なのでしょうか？というより何なのでしょう？もちろんチャット GPT に他なりません。対話するときは適切な質問をしたり、適切な言葉を選んだりする必要があります。つまり確かな答えを得るためにはうまく誘導する必要があるのです。簡単そうに見えて意外とそうでもないんですよ。的確なプロンプトを書くのは見た目以上に難しいものなんです。
今回の動画では対話型 AI とのチャットで最高の結果を得るためのアドバイスを紹介しますね。まず最初に覚えておきたいのは、いくらチャット GPT が賢いとはいえ、あなたの心を読むことはできないということ。ということは、質問や指示はできるだけ明確に、具体的に、簡潔にする必要があります。そうすることで、チャット GPT はあなたの意図や要求をより深く理解し、より適切な回答を提供してくれます。例えば、運動について教えてくださいというのは、おそらく詳細で満足のいく答えを引き出す良いプロンプトではありません。それよりも、運動の健康上の利点について教えてくださいと尋ねる方が良い回答を得られるでしょう。次に、プロンプトを曖昧にしないようにしましょう。チャット GPT に提供する背景や文脈は多ければ多いほどいいです。そうすることで、より正確にトピックを理解させられます。例えば、チャット GPT に歌詞を書いてくれませんか？というよりも、曲のテーマや音楽のジャンルに関する情報も与えた方が、より良い反応が得られます。3つ目のアドバイスは、イエスかノーかの単純な質問は避けること。というのも、そうしたところで簡単で一般的な回答しか得られないから。一方、何を、なぜ、どのように、説明してくれますかで始まるオープンエンドな質問をすると、よりニュアンスに富み、個人に合わせた回答が得られる可能性が高くなります。例えば、ピザは美味しいですかと聞くのではなく、まあそりゃ美味しいでしょ、代わりに世界で人気のあるピザの種類は何ですかと聞くような感じです。4つ目のアドバイス、チャット GPT は人間ではないということを覚えておきましょう。だからといって、プロンプトを書くときにスラングや不適切な言葉を使っていいということにはなりません。悪い言葉を使っても混乱したり、ショックを受けたり、気分を害したりすることはないでしょう。チャット GPT は言語モデルで、幅広い言語スタイルを理解し、処理する能力を持っています。しかし、チャット GPT 自体はそのような言葉遣いに対して適切な応答を提供できないかもしれません。信じられないですか？自分で聞いてみてください。もし SF 映画のような未来が待っている可能性が少しでもあるのなら、 AI とはいえ優しさと敬意を持って接するのが良いかもしれません。ターミネーターが現れた時のために、チャット GPT は味方につけておきましょう。5つ目のアドバイス、質問を送信し、チャット GPT があなたが望む答えを返さなかったとしても、すぐに諦めないでください。あなたが何を求めているのか、チャット GPT が理解し、質問の要点に集中できるように、より関連性の高いキーワードを使って、新しくプロンプトを作ってみてください。もちろん、チャット GPT にもお手上げという場合はあります。チャット GPT は、1日に約1000万件の問い合わせを受けています。もしあなたの質問が、オンラインストアの立ち上げ方や、商品プロモーションの仕方など、複雑すぎるものであれば、2つの質問に分けた方がいいでしょう。例えば、オンラインストアを立ち上げるためにどのようなステップを踏めばいいですかと聞き、その後にオンラインショップの効果的な広告戦略とはと質問を分けるのです。そうした方がチャット GPT はより詳しく回答してくれます。さらに、チャット GPT の回答に関連したフォローアップクエスチョンをすることで、回答を明確にしたり、さらに発展させたりすることもできます。例えば、最初の質問が、AI ツールを使用するメリットは何ですか？のようなものだった場合、コピーライティングにおける AI ツールの活用法について具体的な例を教えてください。のような別の質問で質問の内容を展開していけます。チャット GPT モデルが人工知能と呼ばれるのには理由があります。チャット GPT は常に学習と改良を続けており、あなたの指示に応じてより良い対応を学習していきます。ということで、7つ目のアドバイスは、フィードバックを与えること。そして、その対話に何を求めているかを知ってもらいましょう。もし、あなたのプロンプトに対して返ってきた回答が期待していたものでなければ、そのことをチャット GPT に伝え、何が間違っていたのかを理解させ、新しく改善された回答を生成させるのです。例えば、チャット GPT にあなたが販売している製品に関する SNS の投稿を作成するように指示したとします。しかし、チャット GPT が生成した回答が少し誠実さに欠けると感じたとしましょう。
その場合、そう思ったことをそのまま伝えればテキストを再生成してくれます。しかし常に親切にしてあげてくださいね。厳しい批判を受けるのは誰にとっても簡単なことではありません。8つ目のアドバイスは、実験を恐れないこと。失敗することはないのですから。チャット GPT に質問できる数に限りはありません。ですから行き詰まったり退屈な時はチャット GPT にインスピレーションを与えてもらいましょう。物語、詩、ジョーク、あるいは画像など、いろんなコンテンツを生成するように頼んでみてください。実験的なチャットから有益なものが得られなくても、対話から何が生成されるか見るのは楽しいでしょう。楽しいプロンプトの例をいくつか挙げてみましょう。ハンガーゲームに関する二次創作を書いてください。ただし、ホグワーツの魔法使いを加えて、オペラでアリアを歌わなければならないラッパーだとしてステージに上がる前の気持ちを教えてください。主人公である出来の悪い魔法使いの弟子が誤って師匠をジャガイモにしてしまうゲームを作ってください。最後になりますが、チャット GPT についてよく調べてください。チャット GPT から何が得られるのか、また何が得られないかを学びましょう。チャット GPT には確かに限界があります。AI モデルはデータベースに入力された知識や情報を超えることはできません。また皮肉や皮肉を理解することもできないため、回答が不正確または不適切になることもあります。これは実世界での経験が不足しているから。さらに感情や感覚から応答を生成することもできません。テキストベースの入力しか使用できず、視覚的、聴覚的な入力は処理できません。特定の文化的文脈に馴染みがないため、言語や文化の壁が依然として存在します。しかしこのような制限があったとしても、チャット GPT が技術的脅威であるという事実に変わりはありません。効果的なプロンプトを書くコツさえつかめば、チャット GPT で実現できることは無限大です。ではチャット GPT でできることで多分まだ知らないクールなことをいくつか紹介しましょう。チャット GPT の回答は表形式のデータでもらうことができます。マイクロソフトの Excel などのプログラムが理解できる標準フォーマットで作成することも可能ですよ。チャット GPT を使って DALL-E などの他の AI ツールのプロンプトを作成することができます。文章を他の言語に翻訳したり、文法や句読点の間違いをチェックすることもできます。難しい科学的概念を説明してもらったり、理解しにくい文章を簡略化することもできます。チャット GPT は新しいレシピを作ったり、家族の夕食の準備をしたり、休暇の計画を立てたり、プレイリストを作ったり、エクササイズプログラムを提供したり、より良い生活のサポートをしてくれます。チャット GPT の助けを借りて、より良い履歴書を作成することもできます。うまくプロンプトを作れば、あなたの好きな作家のスタイルでチャット GPT から回答を得ることもできます。チャット GPT を使う前に、プロンプトエンジニアリングが一つの専門スキルになりつつあることを知っておいてください。ということは、プロンプト作成のコツをつかめば、どの企業からも引く手あまたとなる可能性だってあるんです。チャット GPT にもディレクターが必要ですからね。スマホを充電するのに一晩中かかるなんて嫌ですよね。しかし、インド出身の研究者がその問題を解決してくれました。彼はノートパソコンやスマホをわずか1分間で超急速充電する方法を発見したのです。歯磨きしている間にフル充電になるんですよ。しかも電気自動車だってわずか10分で充電可能だと言います。この発見を率いたアンカー・グプタ氏とコロラド大学ボルダー校の研究チームは、小さな穴を通して荷電粒子を非常に速く移動させる方法を発見しました。この画期的な発見は、高効率のエネルギー貯蔵デバイスであるスーパーキャパシタの開発につながる可能性があります。そうなると超急速充電が可能になるだけでなく、通常のバッテリーよりも長持ちするというのです。専門家によると、この魔法の鍵はイオンの効率的な移動にあります。さて、サムスンもゲームチェンジャーをリリースする準備中。それが新型ロボットバリーです。家での厄介な作業を補助するために設計されたクールなボール型ロボットで、厳しい懐疑論者さえも魅了されること間違いなし。
サムスンは以前から将来の展望を示唆しており、2020年にもバリーについて触れていました。そしてそれがついに完成、万能な家庭用アシスタントロボットができました。サムスンは2024年には個人がバリーを購入できるようになると約束しています。価格に関する詳細はまだ確定していませんが、バリーの全ての機能はサブスクリプションなしで利用できるとのことです。ちなみにリビングルームの一角を目指しているのはサムスンだけではありません。 LG からもコンパニオンロボットが2025年に登場予定です。スクワッドソーラーシティカーは街を走る最も一番クールな乗り物かもしれません。この革新的な車両は都市での移動用に設計された世界初の太陽光発電車。友人と一緒に乗っても一人で乗っても排出ガスと混雑に完璧に対処可能。スクーターの手軽さに加え、車の快適さと安全性を兼ね備えているんです。これがあれば駐車場を探したり交通渋滞に巻き込まれたりすることもなくなります。この乗り物は大きな変化をもたらすでしょう。スクワッドは太陽エネルギーを使って自動的に充電するため、環境に優しく経済的、洗練されたデザインとサイズがコンパクトなおかげで駐車も楽々、一般的な車1台分のスペースに3台のスクワッドを駐車可能。また交換可能なバッテリーと収納スペースをたっぷり備えているため、実用性も抜群です。体が自然と行うことの一つが間違いなくお手洗いに行くことではないでしょうか。つまりお手洗いに行くべき時が正確にわかる仕組みのことです。しかし脊髄損傷や多発性硬化症のような病状を持っていると、脳と膀胱の間のつながりに問題が生じ、その結果さまざまな問題を引き起こす可能性があります。韓国の企業メディシング社は日常生活を救うソリューションを開発しました。近赤外線技術を使用して膀胱を覗き込み、トイレに行くタイミングを知らせる便利なウェアラブルパッチを作ったんです。使用者はスマホのアラートを通じて通知を受け取ることができます。パッチを貼り付け下腹部に貼るだけで OK。 この技術はまだ発売されていませんが、できるだけ早く市場に出せるよう努めているそうです。シリコンバレーの先端を行く皆さんのために、在宅勤務のルーチンを革新するライフスパン社のアンペラをご紹介しましょう。これは退屈なデスクセットアップにさよならを告げ、体をアクティブに動かしつつデバイスを充電できるペダル駆動の装置。わずか30分漕ぐだけでスマートフォンが半分まで充電されます。さらにプロ並みに頑張ればノートパソコンの充電も可能。ペダル付きの変わったバースツールのように見えるこの装置が在宅勤務の環境に革命をもたらします。ライフスパンの CEO ジャッキー・ウーによれば、アンペラは一日中デスクに貼り付けられることに飽き飽きした在宅勤務者には必須アイテムとのことです。朝一番に鏡に映る自分を見てどんな気持ちになりますか？私の場合、大抵少し不機嫌になり、間違いなくカフェインが必要だと感じます。しかしパリに拠点を置くテック企業バラコーダ社の B-Mind スマートミラーのおかげで、朝の鏡チェックが役立つものになりました。いかにも賢そうな商品名ですね。この魔法の鏡は表情やジェスチャーを分析することで、あなたの気分を判断し、一日を始めるための個別のメンタルヘルスコーチングを提供してくれます。 AI と自然言語処理の助けを借りて、この鏡はガイド付き瞑想、光治療、アファメーションを提供し、気分を高めてくれるそうです。バラコーダ社の専門家によれば、この新技術は健康状態の微細な変化を監視することで、数百万の人々の生活の質を向上させる可能性があります。またこの鏡は他にもいろんなことができるんです。歯磨きの手順を案内したり、肌のニーズも解析可能。
しかし最も気になるのはコーヒーを入れてくれるかどうかではないでしょうか。残念ながらコーヒーを入れる機能はないようですが、次のアップグレードに期待しましょう。次にご紹介するのがカスト。これは玄関に便利さをお届けしてくれる究極のスマートホーム宅配ボックスです。まるで個人専属の管理人が発送したり届くものをすべて追跡し、必要な時に通知してくれるようなもの。手動入力する手間などありません。カストはリアルタイムで1500以上の宅配業者 API と連携し、追跡番号をスキャンするだけで開きます。アプリで QR コードを使うことで簡単に一度限り、あるいは定期的に家族や友人にアクセスを許可ができます。また配達があるたびにスマホがすぐに通知してくれるので安心です。のんびりとした散歩は素晴らしい運動法ですが、正直なところそれがなかなか簡単ではないんですよね。年を重ねていたり、何らかの病状と戦っていたり、ただ筋肉が少し弱っているだけでも歩くことには苦労します。そこで登場するのが、韓国のロボット技術者らのアイデアから誕生したウィム。この便利な小さなガジェットは腰と足に装着することで歩く際のエネルギーを 20% 増加させてくれます。するとより遠くまで歩けるようになり、散歩が終わる前に倒れそうになることも減るでしょう。内部の AI 技術があなたの歩き方を分析し、次の動きを予測するので歩くたびに賢くなります。 WIM は一流アスリートや医療的支援が必要な人だけに向けられたものではなく、毎日の散歩を楽しくしたいと思う人なら誰にでも使えます。この装置自体はわずか 1.5kg でコンパクトに折りたためるので、バッグに入れて持ち運び可能。もっと冒険心があるなら、ウィムには水中を歩く運動モードがあるので、本格的なトレーニングもできますよ。スマホはタッチスクリーンが主流となり、昔のようなボタン付き携帯電話は見かけることもほぼなくなりました。しかし、懐かしのブラックベリーファンのために、クリックステクノロジー社が素晴らしい解決策を提案してくれましたよ。このクールな iPhone ケースはかつてのクラシックなボタンのように使え、ブラックベリー、アップル、グーグルの元従業員で結成されたチームが開発しました。価格は約140ドルと少々高めでややかさばりますが、2007年に戻ったかのようにボタン操作できるのならそんなの構いませんよね。どのリップバームも同じではありません。リップキュアビームはただのリップバームのように見えますが、実はこれ究極のビューティーガジェットなんです。この装置は唇の診断からお手入れ、色をつけることまで全てをやってのけます。スリムなリップキュアビームのキャップには特別なセンサーが搭載されており、瞬時に唇の水分レベルを解析。キャップを外すと便利なメイクアップツールが手元に現れ、一塗りで美しい唇にしてくれるんです。特殊な光応答性材料で作られているこのガジェットは、唇の自然な防御力さえも高めてくれる魔法のスティックといったところでしょうか。1925年、雑誌編集者ヒューゴ・ガーンズバックがアイソレーターと呼ばれる奇妙な見た目のヘルメットを作りました。このヘルメットは集中したい人々向けに作られたもので、初代版は木とフェルト製。しかしガーンズバックはこれでは外部からの雑音を完全に遮断しきれないと感じ、不満を抱いていました。その後彼はそれを改造し、木材の代わりにガラスを追加。こうすることで使用者が外を見ることができるように改良されたのです。しかし一つ問題がありました。ヘルメットをかぶることができるのは一度に約15分間のみ。それ以上使い続けると眠くなってしまったようです。38年後、ガーンズバックはテルアイグラスと呼ばれるものを発表。これは便利なポケットサイズの携帯型テレビ。これは変だと思いましたか？はっきり言ってオタク感は現代の VR ゴーグルと似たようなものではないでしょうか。
テルアイグラスの重さは約 141g で、小さなブラウン管を中心に作られており、小さなバッテリーを使って低電圧電流を流し動くのです。この装置には両目それぞれに別々の画面が作られていたため、立体映像を表示することができました。 3D メガネとほぼ同じような働きです。ガーンズバックはこれをかけても感電の危険はないと保証したのですが、それを信じる人はあまりいなかったようです。次にご紹介するのは美容マイクロメーター。美容計測器とも呼ばれています。1930年代に生み出されたこの技術は、なんだか時計仕掛けのオレンジに出てくる装置にも見えますが、実際には人々の美しさを引き上げるために設計されたものです。この機器は頭に取り付けられ、柔軟な金属ストリップ材でかなり正確に顔の寸法を計算することができました。発明者は特に2つの寸法を重視していたようです。鼻と額の高さは同じであるべきで、目と目の間にはちょうど目が1つ入る距離があるべきだというのです。美容計測器が欠点を見つけたら、それをお化粧で補正することを提案。この装置は映画俳優や映画女優の間で大人気を博すかと思われましたが、あまり流行ることなく失敗に終わったようです。シートマスクは現在美容のために使われるものですが、過去にかなり変わった見た目のマスクがあったようです。その一つが映画スターに向けた化粧品を開発したかのマックス・ファクター・ジュニアが発明したこのアイマスク。彼は顔のむくみを取るために女優がこぞってこの装置を求めると考えたのですが、実際そんなことは起こりませんでした。笑顔になるとできるエクボ、これを何よりも魅力的だと考える人もいます。1936年、そのようにしてエクボメーカーが発明されました。中世の歯科器具のようですね。使用方法は簡単で、鏡の前に立ちエクボメーカーを正しく装着できるよう笑顔を作ります。これを1日に 2、3回、5分ずつ装着するのです。ほっぺたにエクボができるまでこれを繰り返すというのがこの装置の肝だったのですが、想定通りにはエクボが綺麗になったり新たにできるようなことはなかったようです。むしろこの装置を使うことで美しくなるどころか重大な健康問題を引き起こす可能性があると医学界からの注意を受けています。どんなに経験豊富な男性であっても、時々ひげ剃りの際に顔を傷つけてしまうことがありますよね。つまりこんな大量の刃物にひるまないのは、おそらく最も恐れ知らずの男性のみ。これを使うと理容師は同時に数人の男性のひげを剃ることができました。この装置は1960年代のテレビ番組のパイロット版で登場したのですが、発明自体は19世紀。しかしこの装置は様々な顔の形に合わせて剃ることができなかったため、売れはしませんでした。もう一つの危険な発明は1920年代に登場したシューフィッティングフルオロスコープ。靴を買うとき普通に試着してみる代わりに、この不思議な装置に足を乗せると靴の中で足が動く生映像を X 線で撮影。ハイテク機器を使って靴がちょうどいいサイズかを確認するということですね。これは便利かと思いきや、実は大量の放射能を出していて超危険でした。20秒の短時間で安全レベルをはるかに超える量の放射線に被曝することになるのです。放射線は人々の足にも向けられていましたが、多くが周囲にも撒き散らされ、近くにいる人すべてを被曝させたのです。この装置を持って何年間も過ごしたセールスマンは、たった2時間で1年分の放射線に被曝することとなったのです。怪我の報告もあり、この発明は1970年代には使用禁止となりました。ダンスが苦手で YouTube 動画を見て習おうと思っているなら、代わりにこのシャムダンスシューズを使ってパートナーに助けてもらうという案もありますよ。この発明はダンスフロアでカップルのダンスがぴったり揃うことを目的として、1981年の通信販売カタログで初登場。でも実はこれを履いて踊ると2人とも倒れてしまう可能性が高かったようです。1940年代に発明されたオートスケートをご紹介しましょう。芝刈り機を始動させる感じで
モーター付きローラースケートを蹴って始動すれば、1リットルあたり最大約 70km 走行可能。しかし、ブレーキに少し問題がありました。というか、ブレーキがありませんでした。そのため、副操縦士が必要で、この果敢な副操縦士がドライバーの後ろの小さな椅子に座り、自分の足でブレーキをかけなければいけなかったのです。家族全員でサイクリングするなら、グーフィーバイクに乗ってはいかがでしょうか。この発明は1939年にシカゴで発表された4人乗りの自転車で、移動式のミシンも兼ねていました。この風変わりな自転車の駐車中は、ミシンの足が上部の自転車が倒れるのを防止。でも私ならあまり近寄りたくはありません。一応念のため。こんなオートスケートやグーフィーバイクでさえも、これから登場する樽と比べると比較的安全な移動手段に見えてしまいます。1901年、アニー・エロソン・テイラーという学校の先生が63歳の誕生日を祝うために、高さ150センチメートルの木製のピクルスの樽の中に入って、ナイアガラの滝を下る旅に出発。彼女の勇敢な行為の後、15人が彼女を真似て同じ装置を使ってナイアガラの滝を征服しようと試みましたが、中には失敗に終わった人もいたようです。現在ではそのような危険な行為は禁止されており、約1万ドルの罰金刑も課されます。1929年、ベニヤ板が新たな水着素材として大ヒットすると考えた人がいるようです。DIY やリサイクル方法を洗練する一環として、プロモーションビデオでは建築で余ったベニヤ板を使って女性が自らの水着を作る方法を説明しました。しかもどの水着も今のところ変形したり割れたりしていないとの説明も付け加えられていたようです。しかし現実的には、木材が時の試練に耐えるためにはかなりの防水処理が必要となるでしょう。この発明は長くは続くことはありませんでした。デザインの賞も受賞できませんでしたしね。約10年後、ロンドンでは男性たちが潜望鏡のような帽子をかぶる姿を見かけるようになりました。この変わった発明は、大勢の人々の中で頭上を覗き見ることを可能としています。画像が帽子上部の鏡から跳ね返り、つばの穴を通って目の前の別の鏡に反射します。パレードやスポーツイベントには便利そうな帽子ですが、他の状況ではあまり実用的ではありませんね。面倒であっても、疲れていても、この1935年の発明品、折りたたみ式ピアノがあったら、ピアノの練習を休む言い訳ができなくなります。ピアノはベッドの足元に置かれ、キーボードを引き出しのように引き出すことができ、ちょうど弾きやすい角度に蝶子貝で調整可能。でもこれ安全なんでしょうか。ピアノが完全に固定されていないとかなり危険な事態になりそうです。マーキュリーメイズを作った人々は、子供たちの安全を一番に考えてはいなかったようですね。この1978年の発明は、子供がパズルを傾けたり回したりして水銀の玉を迷路の中心に向かって導く手持ちのおもちゃ。そう、子供のおもちゃに有害で健康被害を及ぼす水銀が使われていたのです。なんでこんなもの作っちゃったんでしょうか。現在、約4億人の月間アクティブユーザーが仮想世界の中に入り込んでいます。そんなに混雑しているなんて知りませんでした。まあ私もあなたから見た画面の反対側の人間ですし、つまり私たちが待ち望んでいた SF 的な未来はすでにここまでやってきています。しかしながら、テクノロジーは楽しいことやゲームばかりではありません。私たちの生活をより快適にするためにもあるのです。これらの発明はその証拠と言えるでしょう。それでは早速、近未来にテレポートしてある日の様子をお見せしましょう。ベッドから出て朝食を食べにキッチンへ、正確にはスマート冷蔵庫へ。世界の大手ハイテク企業や家電メーカーは、かなり以前から驚くような機能を備えた冷蔵庫の開発に取り組んできました。冷蔵庫の中身をスキャンすることで、どのようなものが不足しているかを把握することができるんです。タッチスクリーンには毎日のスケジュールから家族の写真のスライドショーまで、様々な情報を表示することができます。
他のワイヤレス機器と同じようにご自宅の Wi-Fi に接続することができ、インターネットに接続されると家庭内の他の接続機器と相互作用できるようになります。この機能のおかげでリビングで見ていた番組をスマート冷蔵庫のタッチスクリーンに移して大どんでん返しを見逃さないようにすることも可能です。この画面はいつどんな商品を再注文する必要があるのかも教えてくれますし、冷蔵庫の中にすでにある食材を元にしたおすすめレシピも教えてくれます。この新しい冷蔵庫のシステムは食品包装についているバーコードや無線 IC タグを利用しています。このタグは食品メーカーが在庫や出荷を管理するためにすでに使用しているものです。タグやバーコードをスキャンすることで冷蔵庫は賞味期限などの詳細情報にアクセスし、食品の正確な在庫を管理することも可能になるんですよ。そんな買い物リストを送ってくれる冷蔵庫の値段はいくらかというと、約2000ドルから5000ドルの間くらいでしょう。スマート冷蔵庫がコーヒー用のクリームの賞味期限が切れていることを警告しています。買い物に行く時間みたいですね。でも財布を探す必要はありません。現金もクレジットカードも必要ないんですから。これも小さな小さなマイクロチップのおかげで可能になります。でもチップ一つくらいでサイボーグになれるわけではありませんので、そんなに期待しないでくださいね。このチップ技術はすでにデジタルハウスキー、電子チケット、銀行カードに搭載されています。さらにチップの埋め込みが完了すると、すべてのオンラインアカウントと連動するようになるのです。これにより手首を動かすだけで玄関を開け、バスや電車に乗り、食料品を買うことができるようになるんです。帰宅してようやく朝に買い足したクリーム入りコーヒーが飲めますよ。あ、何か食べるものを作らなきゃ。面倒だな。でもサイバーシェフのおかげで面倒が省けるようになりました。2015年、あるロボット会社が新しい発明を発表し、料理業界を震撼させました。それは食事を作ってくれるロボットです。このマスターシェフには、世界トップクラスのシェフによる何千ものレシピがあらかじめプログラムされているので、完璧なパイ生地の作り方をググる必要はもうありません。モーリーと名付けられたこのロボットは、注ぐことからかき混ぜることまで全てやってくれますが、残念ながらこれから作るレシピのための材料を準備することはできないそうです。今のところは。映画の見過ぎかもしれませんが、ロボットにナイフを持たせるのはあまりいいアイデアではないかもしれませんね。でも自分で食材を用意して専用の容器に入れれば、必要な食材を認識してくれるんです。また調理が終わった後はその場の掃除も行ってくれます。いよいよあなただけの専属アシスタントです。モーリーはあなたの食事の好みや摂取カロリーの制限に応じてレシピを計画し、適応させることもできるんです。さらにタッチスクリーンから自分のレシピをリストに追加することもでき、おばあちゃんの得意料理を 100% の精度で再現してくれるのです。ここでニュース速報。モーリーのお値段ですが、なんと34万ドル。これなら自分で専属シェフを雇えちゃいますね。時計が正午を回ると、母親からメールが届きました。1時間後にあなたの家に着くという内容です。やばい、すっかり忘れてた。家の中を見回してみると、ずいぶん長い間掃除をしていないことに気づきます。こんな状態、母親が見たら大変だ。そんな時、スーパースーツが役に立つかもしれませんよ。ガーディアン XO はより早くより強くなるように設計された充電式、バッテリー駆動、機械式の全身の外骨格なんです。電気モーターと120個の超精密ボディセンサーを搭載し、人間の知性、本能、判断力と機械の耐久性、精度を融合させたものです。あなたの筋力を高め、羽を持ち上げるように最大約90キロもの重量を持ち上げることができ、あなたの動きの邪魔になることはありません。これで母親が来る前にソファーやベッド、スマートな冷蔵庫の下をかなり簡単かつ迅速に掃除することができますね。生産性も上がります。スーパーマンのようにバスを止めたり、ネオのようにビルを飛び越えたり、世界を救うのには向いていないかもしれませんが、新居に引っ越す時にはきっと救世主になるはずです。何がすごいって、今なら実際に手に入れることができるということ。
ただし年間10万ドルのレンタル料を払えればの話ですが、すごい。掃除が早く終わったので母親が訪ねてくるまで少し時間ができました。ちょっと走ってこようかな。というのもスーツのおかげで掃除中の消費カロリーは少ないですからね。近未来的な SF スニーカーを持っていざ出陣。クリプタイドスニーカーと呼ばれるこの生き物のような靴は完全に 3D プリントされた靴で、熱可塑性エラストマーと呼ばれる特殊なポリマーからできています。この素材は場所によって厚みや薄さが異なるため、スニーカーの特定の部分が硬くなる一方で他の部分は柔らかく柔軟なままとなります。そのため人間工学に基づいた快適な履き心地を実現し、さらに製造が簡単で早いのが特徴です。靴全体が一度にプリントアウトでき、接着や縫製も必要ありません。そして一番の特徴はその形状を自分の足に合わせることができるということです。そのために必要なのはあなたの足の 3D スキャンだけです。母親が家に来る時間に合わせて家に戻ったあなた、母親は本を読んだり何かを見たりして二人で静かな午後を過ごしたいと言っています。それを聞いたあなたは新しいお気に入りの本を見せることに。彼女はページをめくりますが、そこであなたは目を細めて文字を読むのに苦労していることに気づきました。インスタグラムの写真のように本のページを拡大して見ることができたらいいのに、という母親。ちょうどいい。こんな状況にぴったりなアイテムを手に入れたところでした。2019年、研究者チームは人が2回まばたきをするとズームインするコンタクトレンズを作りました。人が行う目の眼球運動がコンタクトレンズに明確な電気信号を与えます。ズームインコンタクトレンズにはこれらの信号を追跡し、それに応じて反応することができる電極が含まれています。電極の素材であるポリマーは一定の電流を流すと膨張します。だからこそ瞬きを2回するとレンズの倍率が上がり、全てのものが 32% 大きく見えるようになります。でも装着を開始するにはもう少し待たなければならないようです。研究者たちは日常生活でより安全に使用できるように通常のコンタクトレンズと同じ素材で作る方法を考えている最中です。さらにズームイン専用のレンズとは別に、他の研究者はスマートレンズと呼ばれるものを作ることにも取り組んでいます。それには砂粒よりも小さなマイクロ LED ディスプレイ、小さなナビゲーションセンサー、イメージセンサー、そしてほとんど微小なバッテリーが搭載される予定です。これを使えば新しい都市を案内し、建物や人々に関する情報を教えてくれるでしょう。すごい。これで旅行が簡単になりますね。このためにお金を貯めておいてよかったですね。え、そんなものはないって。あ、でもインスタグラムはまだあるみたいです。未来はすぐそこって最近聞きませんか。いえ、それは間違い。だって未来はすでにここにあるんですから。今回ご紹介する新発明がそれを証明してくれると思いますよ。私たちを救うのみならず、地球も救ってくれるかもしれません。この新しいロボットはとどまるところを知りません。でも心配ご無用。世界を支配するなんてことはありません。だ、多分これはバインロボットと呼ばれるロボット。他のソフトロボットと異なる特徴は、困難な地形や狭いスペースを乗り越えることが非常に得意な点。捜索救助などの任務に適しています。このロボットのアイディアはバイン、つまり本物のツルクサから生まれました。発明家たちはツルの動きやどのように成長するかに着想を得て、ロボットがこのような動きを再現できないかと研究を開始。最終的に高価な素材を一切必要としないシンプルでエレガントなデザインが生まれました。必要なのは気密チューブだけ。ぐにゃぐにゃ動く水のおもちゃを覚えていますか。私はよく遊びました。このソフトロボットの仕組みもまさにこれと同じ。圧縮空気を利用して先端から出てくるようになっています。発明の基礎はこれだけで完成。とても簡単で1分もかからずに自作できます。複製するのが簡単なだけではなく、デザインには他の利点もあります。元のサイズの4分の1の隙間にだって入ることが可能。粘着性のある表面や鋭い物体の周囲でも気圧が継続して適用されている限り、ほとんど影響はありません。もちろん発明者はもともとデザインを改善し、ロボットが様々なタスクを実行できるようなバージョンをアップデートしています。
例えばロボットの先端にカメラを追加したことで考古学などの用途に最適化されました。ロボットはペルーのアンデス山脈で遺跡の地下にある非常に狭い地下通路を調査するために使用され、3つのトンネルをうまく探索したんです。もちろんバインロボットの使用は地下に限定されません。宇宙探査でも使用される可能性があるんです。砂のようなものに空気を吹き込むと圧縮空気は流動化します。こうすることでバインロボットは粒状の物質を掘り下げることが可能となります。 NASA が他の惑星の地表を研究するために使えそうですね。他にも用途はありますよ。ミニチュア版のバインロボットは気管挿管のような医療処置にも使用できる可能性があり、処置をより早くより簡単にできるかもしれないんです。超多機能なロボットですが、他にも使い道は思いつきますか？このカプセルは飲み込むものではありません。ミニハウスやバンライフって聞いたことがありますか？結構前から注目されていますが、バンにはガソリンが、ミニハウスにもインフラが必要。一方エコカプセルは何も必要としません。この卵型のマイクロユニットは 100% 自給自足の生活ポッド。お望みの場所に設置し、自然環境にダメージを与えることなく、電力を自給自足して生活する自由を与えてくれます。もしも全ての非再生可能エネルギー源がなくなったとしても、エコカプセルでなら数ヶ月間今まで通りの生活が可能。すぐにサバイバルモードに切り替えなくても大丈夫です。エコカプセルは科学研究所やリモートホテルの客室としても利用可能。 8.2 平方メートルの広さがあり、スマートホームシステム完備。2人分の寝室スペース、キッチン、シャワーとトイレ、収納スペース、さらには電気アウトレットまで装備しています。望遠鏡ポール上には風力タービンと太陽パネルが搭載されており、それを組み合わせて電気を自給します。形状も雨水を収集できるようなユニークな形になってるんですよ。カプセル表面に降ってきた雨水はタンクに集められてろ過され、利用可能となります。しばらく雨が降らなくても、湖や川などのどのような水源からでもタンクを補充可能。飲み水用には蛇口直結のフィルターが取り付けられています。エコカプセルの最大の特徴は、温室効果ガス排出量も環境フットプリントもゼロだということ。つまりエコカプセルの住人はそこで生活することで地球を救っているということになりますね。このスライム型磁気ロボットは一見気持ち悪くて恐ろしそうですが、間違いなくゲームチェンジャー。ヘドロのようなこのロボットは水溶性の合成ポリマー、放射、磁性粒子で作られています。非ニュートン流体で粘弾性の性質があります。つまり適用される圧力レベルに応じて、ある時は液体に、ある時は固体になるということ。素早く触れると固体になり、ゆっくり優しく触れると液体になるんです。私の場合はプレッシャーをかけられると水たまりに溶けたくなるので、このロボットには共感できるかもしれません。スライム内の微細な磁石の粒子のおかげで、このロボットは独特な動きをします。ロボットを動かし回転させ、 C や O など様々な形状になるようにコントロールすることが可能。進む方向に限界もなし。どうやらこのロボットはどこにでも行けるようです。 1.5mm という極細の隙間を通り抜けたり、物の周りを回ったりもできるんですよ。また毎秒 3mm の速度で移動も可能です。さらに画期的なのは、元の長さの7倍まで伸び、同時に複数のものをつかみ、さらには触手を異なる方向に伸ばすことができること。電気を伝導し、ワイヤーを引っ張る能力も証明済み。ということは回路の切り替えや修復能力もあるということです。このスライムの発明者は、将来的に誤って飲み込んだものを消化器系から取り出すなどの医療処置に役立つと考えています。すいませんが、私の手には負えません。しかも飲み込まれた物体が小さなボタン型電池のような毒性のあるものであっても、理論上ではスライムが電池を包み込んで体内に毒性の電解質が漏れ出るのを防いでくれるかもしれません。とはいえ、スライムに含まれる磁性粒子自体が実際には有毒。しかし研究者たちはこのような場面で使える安全なロボットを作るために、スライムをシリカで覆っています。スライムロボットの何がすごいかというと、自己修復能力を持っていること。外部の助けなしに部分的に切り取られても自ら再結合できるんです。しかも自己修復しても電気的な能力は保持されています。まるで SF みたいじゃないですか。でもご安心を、このスライムは意識を持っていません。少なくとも今のところは。私たちに必要な透明性とはこれ。ソーラーパネルと聞いて、皆さんすぐに屋根に取り付けられた大きな四角い黒いものを思い浮かべますよね。
しかし透明なソーラーパネルの登場でそれも変わるでしょう。ソーラーパネルは日光を吸収し電気に変換することでエネルギーを生成します。透明な素材で作られた場合、光は完全に通過してしまうので、透明なソーラーパネルという考え自体矛盾したものだったんです。しかし2014年にミシガン州立大学の科学者がこの問題の解決策を発見。完全に透明な発光型の太陽熱収集器を開発しました。あらゆるガラス板や窓を太陽電池に変えることができるようになります。この透明な太陽収光器は透明な有機塩で構成されています。紫外線や赤外線などの人間の目には見えない太陽の波長を捉え、通常の可視光を通過させます。捉えられた波長はセルの端に導かれ、ここで薄いストリップ状の従来の太陽電池がこれを電気に変換します。研究者たちは太陽エネルギーを手頃な価格で利用できるようにし、さらに普及させることを目指しています。その一環としてスマートフォンやタブレットの画面に透明な太陽電池を使用することも検討中。これが可能となればバッテリー残量が 1% になっても急いで充電器に接続する必要がなくなりますね。透明な太陽電池パネルは量産が始まると 10% の効率を発揮できると予想されています。大した数字だとは思わないかもしれませんが、透明な太陽光発電が全ての住宅やオフィスビルの窓に導入できたとしたらどうでしょう。確実に未来を変えてくれると思いませんか。数十年前は何百ギガバイトも保存できる USB スティックをポケットに入れるなんて誰も想像していなかったはずですよね。我々は長い道のりを歩み、一つのデバイスから別のデバイスへとファイルを簡単に転送できる USB に慣れてきました。2000年に2つの大手企業が最初の USB フラッシュドライブ 1.0 を開発、そして販売し、そこから USB 2.0、3.0、Type-C などに発展していったのです。物理的にはきちんと保護していれば乱暴な扱いに耐えることができ、そう簡単に損傷することはありません。設計上 USB はほぼ完璧なんです。あまりにも完璧なので間違った方法で挿入を試みてしまう人もいることでしょう。2つの正方形の穴は USB がポート内に入った時に位置を固定するのに役立ちます。取り出せなくなるほど強くはありませんが、維持するのには十分。適切に暗号化すれば USB を保護できます。これはつまり盗まれても読み取られることがないということ。暗号化されたファイルは包括的な単語ではなく、一連の文字と数字の意味不明なものに変換されます。このファイルは USB を手に入れた場合にのみアクセスできます。しかしメッセージや電子メールなど特定のオンラインサービスを使用している場合、暗号化だけでは十分ではありません。確かに相手は内容を読むことはできませんが、ホスティングウェブサイトは読むことができるのです。そこで便利なのがエンドツーエンド暗号化。出入りする情報はホスティングサービスを含め、トラフィックの邪魔をしている全ての人にとって意味不明なものになるのです。クラウドストレージは世界を席巻しましたよね。今ではデスクトップ上の全てのものをインターネットに保存し、複数のデバイスからそのデータにアクセスすることができます。メールアドレスとパスワードさえあれば全てのファイルを一箇所にまとめて安全に保管できますよね。クラウドストレージとはクラウドに浮かぶデータではなく、データを物理的に保存するサーバーのこと。通常のコンピューターと同じですが、表示用のモニターはありません。これらのサーバーは多額の費用がかかるため、通常はサービス料金を支払う必要があります。またサーバーはサードパーティー企業が管理する世界中のデータセンターに配置されています。まるでコンピューターへのリモートアクセスを取得するようなもの。サーバーにはマスターコントロールサーバー、バックアップサーバー、そして良質なサービスを維持するために運用されているサーバーがあります。お金を払えば払うほどデータが保存されるサーバーは良くなるんです。コンピューターの世界では一つのものを完全に削除することはできません。削除したいファイルは電子インパルスとしてハードディスクにすでに存在しているんです。ガジェットによってはゴミ箱に捨てられますが、これも完全になくなったわけではありません。ただファイルが別のフォルダーに移動され、そこから簡単に復元できることを意味するだけ。そのため何週間も作業した重要なドキュメントを誤って消してしまった場合でも慌てなくて大丈夫。
ただしデバイスが壊れたらデータも失われることになります。 Windows 10を搭載したデバイスを所有している場合、コンピューターやラップトップの電源が完全にオフになると考え、シャットダウンボタンを押しているのではないでしょうか。実際のところ電源がオフになっているわけではないんです。 Windows 10は実際にはシャットダウンせず休止状態となります。アプリを保存しすぐ復元できるようになっているんです。正しくシャットダウンしたい場合はリセットが必要になります。 Windows のオペレーティングシステムは全てのコマンドが目の前に表示されるためユーザーフレンドリーなんです。コンピューターに詳しい人なら検索バーを開いて CMD と入力すればコマンドプロンプトが表示されることを知っているんじゃないでしょうか。ランダムな文字が並んでいるように見えますが、これでデバイスにいろいろなことをコマンドできるんです。黒い枠が気に入らない場合はいつでも色を変更できます。コマンドプロンプトのウィンドウを起動したらタイトルバーを右クリックしプロパティを選択、別のウィンドウが開き色を選択するオプションが現れるので背景とテキストの色を選んだり CMD ウィンドウの不透明度を修正したりできるんです。ちなみにこれはイージーモード。実際に作業を行うときにはウィンドウにコマンドを入力します。 Windows 10のデバイスにある全てのドライバーを検索したい場合はウィンドウにこのコマンドを入力しましょう。スペースキーもお忘れなく。サーバーのリストが魔法のように画面にポップアップ表示されます。これは問題が発生したときに手動で検索するのではなくすぐに真相を突き止める良い方法なのです。またこのコマンドを入力してエンターキーを押すとコマンドプロンプトからコンピューター上の特定のフォルダーを非表示にすることもできます。もちろん非表示にするフォルダーを入力する必要はありますが一瞬で消えます。同じことを非技術的な方法で行う場合、フォルダーのプロパティペインを開き非表示のチェックボックスをクリック。この方法は間違いなくフォルダーを非表示にする最も簡単な方法ですが効果的ではありません。隠しファイルとフォルダーを表示するためのコマンドを入力すればチェックしたファイルが現れます。コマンドプロンプトは指示をするためだけのものではありません。例えば暇の時にはゲームをして時間を潰すことができます。とはいえリアルなグラフィックと壮大なゲームというわけではありません。このコマンドを入力するとテキストを介してゲームに転送されるんです。このゲームではキャラクターを作成して架空の世界を体験できます。 Google Chrome はネット上で最も人気のあるブラウザーの一つですが、コマンドプロンプトと同じようにテキストベースのゲームをプレイすることも可能。まずコントロールキー、シフトキー、J キーを押してコンソールを開きましょう。検索ボックスにテキストアドベンチャーと入力します。びっくりしないでくださいよ。ページのバックエンドのようなものが開かれただけですからね。次にコンソールと書かれたボックスをクリックします。ゲームをプレイしたいかどうか尋ねるメッセージが表示されるので Yes と入力するとすぐに開始され、いくつかの基本的なコマンドや説明が表示されます。より現代的なゲームを探している人はソリティアをプレイしてみてはどうでしょう。大丈夫、コマンドを入力する必要はありません。検索バーにソリティアと入力すればウェブブラウザーでゲームをプレイすることができます。そして飽きたら古き良きゲームパックマンを楽しんじゃいましょう。あのかさばる電話を持ったことのある世代の人は次のゲームを懐かしく思うはず。 Google を開いてヘビゲームと入力してみましょう。インターネットがダウンしているときは Wi-Fi が復旧するのを待つ間にブラウザーウィンドウで恐竜ゲームをプレイできます。このゲームはとてもシンプル。エンターキーを押した後スペースバーを押して障害物を飛び越えるだけ。そしてある時点で身をかがめるオプションが出てくるのでさらに難易度アップ。これで Wi-Fi がなくても快適に過ごせますよね。Alt キーもしくは F11 キーを押すといつでもゲームを一時停止できます。そして画面をクリックするだけでいつでもゲームを続行できます。 Windows 11には個々のアプリごとに音量を調整するなど非常に便利な隠し機能がいくつかあります。設定に移動しシステムをクリックしたらサウンドを選択しましょう。ここでは全てのサウンドレベルとマスタースイッチが表示されます。コピー&ペーストは日常の生活で必要不可欠。
ですので Windows 11はクリップボード履歴ツールでさらにそのレベルを引き上げたんです。このオプションを使用するとコピーしたテキストを一つの指定された領域に保存でき、それにいつでもアクセスすることができます。幸いなことにこれは Windows 10でも利用できます。 Windows キーと V を同時にクリックすれば準備完了。 Windows 11で開いているウィンドウが多すぎる場合は保持したいウィンドウを掴んで振ってみましょう。バックグラウンドにある残りの全てのウィンドウが最小化され、快適で生産的なワークフローを実現できます。こんな感じです。2022年、ヘッドホンの世界にかなりクールなイノベーションが起こります。その一つが目に見えないヘッドフォン。このガジェットは超音波を静かに空中に送信するんです。超音波は転送される間、耳のすぐ外側の下調ポケットに収れんするため、本物のヘッドホンを装着しているように感じます。同じ部屋にいる周りの人はささやき声のような音にしか聞こえません。目に見えないヘッドホンを装着している人はわずか1メートル離れた場所で最大 90% 縮小される3次元空間オーディオを楽しむことが可能。頭を回したり動かしたりすると顔認識を担当するモーションセンサーが作動します。これらは耳を追跡して音が正しい場所に到達することを確認するんです。初めて登場した時、ヘッドホンには単一のイヤピースしかありませんでした。1880年代に電話交換手は今ヘッドホンとして知られているものの簡略版を使用していました。伝達を可能にするためにマウスピースと一緒に装置に接続していたんです。その装置自体の重さは 3kg から 5kg あり、オペレーターは肩に抱えていたんだそう。当初発明者はヘッドホンをポータブルにすることを考慮してはいませんでした。70年代人々は主に自宅でレコードを聞くためにヘッドフォンを使用していたんです。ヘッドフォンの歴史に大きな変化が起こったのはソニーがウォークマンをリリースした時。人々はポータブルヘッドフォンで家の外でもお気に入りの曲を聴けるようにしたいと考えたのです。片方のイヤフォンがもう片方のイヤフォンよりも早く放電するのはよくあること。これは信号の強さが両方のイヤフォンで等しくないため発生します。例えば両方を同じ時間使用した後、差が 15% から 20% になる場合は何かがおかしい可能性があります。しかしその差が 5% の場合はシステムが各イヤフォンからのバッテリーデータを四捨五入するため正常であると言えるのです。つまりスマホを持っている位置、例えば左または右のイヤフォンに近いかどうか、または頭の導電性によって異なるかどうかということ。頭の導電性によってはより少ない信号をブロックします。そして一般的にイヤフォンは個々の接続を持っているので、それぞれがわずかに異なるレベルでエネルギーを使用します。機内モードでゲームをするとゲームの途中で広告が表示されることはありません。ちょっとそれいいじゃないですか。スマホの音を消すとバッテリーが長持ちします。またバイブレーションもエネルギーを浪費するということを覚えておきましょう。 USB ケーブルではなくコンセントを使用するとスマホをより早く充電できます。パソコンや車の中や外にいる場合は仕方ありませんが、その場合は充電にもっと長くかかることでしょう。電話番号を非表示にする場合はシャープ31シャープを入力してから電話番号を押しましょう。そうすれば相手は誰から電話がかかってきているのかを知ることができません。通話中の時のみ番号を隠すことができます。友達にスマホを貸す時、メッセージや個人データを機密にしたい場合はゲストモードを使用しましょう。2本の指で上から下にスワイプし、右上のユーザーアイコンに移動すればゲストの追加アイコンが表示されます。友達や貸す相手の行動が制限できるので便利ですよ。スマホは使う用途が非常に幅広いので、家にある多くのものの代わりになるんです。テレビのリモコン代わりに携帯電話を使用することもできますよ。Bluetooth や Wi-Fi 経由でテレビを接続できるアプリがあるんです。スマホやその他のガジェットの機能についてなど、非常に複雑なトピックに関する Wikipedia の記事を読むことはありますか？英語で見る場合、シンプルイングリッシュバージョンを選択することで簡単な英語に切り替えることができます。
そうすることで読みやすく理解しやすい記事になるでしょう。スマホは赤外線を見ることができます。赤外線ビームをスマホのカメラに直接発射しようとすると、画面に紫色のビームが表示されます。これはデジタルカメラのほとんどのセンサーが目が感知できない光の周波数を感知できるために発生します。ワイヤレス充電器は持ち運びに便利で、見た目もかっこいいです。しかしバッテリーの残量が少なく、できるだけ早くスマホを充電したい場合は、従来のバッテリーほど高速で効果的ではありません。もし家に予備の電池があれば、電池のマイナス側を iPhone や Android などのスマホのタッチペンとして使うことができます。アプリをスクロールしたり、ホームページを操作したり、メモを書き込んだり、通常のタッチペンと同じことができます。また鉛筆とアルミホイルを使うのもおすすめ。アルミホイルを小さく切ったら、鉛筆の上部にある消しゴムに巻きつけましょう。これでまた新しいタッチペンの出来上がり。外が本当に寒くて手袋をしていて、タッチペンなしでは携帯電話を操作できないような時に便利です。 iPad は iPhone がすでに全世界を熱狂させてから何年も経ってから市場に登場しましたよね。しかしこのようなシステムを携帯電話に適用するというアイデアを得る前に、同社が取り組んでいたプロジェクトはタブレットが原型だったのです。ホーム画面を編集したいときは、アプリアイコンを掴んで好きな場所に移動させますよね。そして別のアプリを掴んで移動させ、また別のアプリを掴んで移動させといった具合で、でもそれよりもアプリを掴んでから移動したい残りのアプリをタップする方がずっと効率的なはず。そうすればアプリを移動させて置きたい場所に置くだけで全てが完了しますからね。 Face ID でさえ持ち主の許可なしで他人がロックを解除できない保証はないんです。誰かがあなたのスマホを奪い、あなたの顔を使ってロック解除しようとする状況があるかもしれませんからね。もしそうなったら、 Siri、 このスマホは誰の？と言って聞いてみましょう。するとスマホがすぐにフリーズし、ロック解除をするにはパスワードを入力する必要があります。 iPhone の音量を少し大きくしたい場合は、設定、ミュージックの順に押しましょう。エコライザーの下にレイトナイトというオプションが表示されます。これにより大きな音が静かになり、静かな音が増幅されるため、電話の音がはるかに良くなります。 AirPod をなくした場合は、 Apple の探すボタンで追跡することができます。まず AirPod が Apple ID にリンクされていることを確認しましょう。次に iPhone の探すアプリを設定します。そうすれば AirPod を最後に利用した場所を地図上で確認することができます。一つだけなくした場合は音を出すことができます。 Bluetooth に接続されていて、他の Apple デバイスの近くにあれば簡単に見つけることが可能。探すアプリを起動し、デバイスサブに移動したら、サウンドの再生オプションを押しましょう。バッテリーを節約するためにパッドは一つだけ入れておき、時々交換するようにしましょう。 AirPod をたくさん使っていてバッテリーが少なくなることが多いなら、別のものを使っている間に片方を充電しておくと良いでしょう。 iPhone を使って AirPod とその充電ケースの両方のバッテリーの状態を確認することができます。一つ目の方法は、iPhone の横にある充電ケースを開くことです。 iPhone にポップアップが表示され、バッテリーの残量が表示されます。もう一つの方法は、通知センターのパネルにバッテリーウィジェットを追加すること。このウィジェットには頻繁に使用している場合にのみ AirPod が含まれます。もしくは Apple Watch でバッテリー残量を確認することもできます。充電ケースを開き、時計の横に置きましょう。次にコントロールセンターを開き、バッテリーのオプションを選択します。するとウォッチ、AirPod、そしてケースのバッテリー統計が表示されます。 Siri に AirPod を通していくつかの最新のメッセージを読んでもらうことも可能。またクイック音声コマンドを使用したメッセージの返信も可能です。この機能を設定するために特別なことをする必要はありません。一方、オフにしたい場合は設定に移動し、Siri と検索を押したら通知の読み上げをクリック。メッセージに加えて、 Siri は AirPod を介して通知をアナウンスすることもできるんですよ。1759年10月30日、突如として地震が中東を襲いました。家屋の壁はひび割れ、屋根は崩れ、
人々は開けた土地へと避難しました。その揺れは人々がふらつき転倒をするほどのものでした。1ヶ月後、さらに強い地震が同じ場所を襲いました。木は折れ、家屋は倒壊し、地割れが発生しました。この地震は2分間続き、オアシスや道路、町を破壊していったのです。しかしそんな中で、バールベックに立つ古代の建物は地震による倒壊を起こしませんでした。バールベックの遺跡は一説によると古代ローマ時代に建てられたと考えられているものです。実際の時代がいつだったかはさておき、この都市は考古学的にも重要な遺跡です。そのバールベックで最も偉大な建物と言われているのがユピテルの神殿。ローマ帝国の人々はユピテルを雷を司る神とみなしていました。神殿の土台の上には54の柱が並び、それが巨大な屋根を支えていました。しかし今では20メートルの柱が6本現存するのみとなっています。それぞれの柱は3つの部位からなり、鉛筆のような構造をしています。柱の芯には鉛が通されており、これが柱に比類ない強靭さを与えていました。それぞれの石材の重さは80トン、これはフォード社の SUV 35台分に相当します。こちらはギザの大ピラミッドに使われていた中で最大の石材ですが、バールベックの神殿に使われていたものと比べるとだいぶ見劣りしてしまいます。ユピテルの神殿は土台が良好な状態で発見されています。そこには25の巨大な石材が使われており、それぞれの重さはなんと450トンでした。つまりユピテルの神殿に使われていた石材は大ピラミッドのものの4倍ほどの大きさがあったのです。またさらに神殿の基礎部分には石灰岩で作られた3つの石材があり、それぞれの重さは800トンです。その重量はボーイング747機の倍以上の重さになります。古代の労働者はそれほど大きな石を切り出すのにさぞかし苦労したことでしょう。しかもその後、石材は建設現場に運ばれ、尋常ではない高さにまで持ち上げられなくてはならなかったのです。これほどの物流を維持するのは現代の建設業者にとっても悪夢のような仕事になるでしょう。そもそも成し遂げるには現代的な重機が必要になるはずです。しかしバールベックの神殿が築かれた当時、トラックやクレーン、電気といったものはありませんでした。では過去の労働者たちは一体どうやってこの仕事を成し遂げたのでしょうか。考古学的な仮説では、ロープやウィンチ、レバーの仕組みが使われたのではないかと言われています。古代の建設機材はほとんどが木材で作られていたはずです。採石場は神殿のある場所から 1km ほど離れた場所にありました。神殿の石材はおそらくはこの場所から切り出されたものと考えられています。そこには神殿に使うにしても大きすぎる石灰岩の石材が残されていました。南方の巨大石という名が付けられたこの石の全長は20メートル、そして幅は4メートル。この石材は完全に切り出される途中で放り出された様子をしています。オーストリアの研究チームがこの巨石の重さを推定したところ、1000トン以上であることが分かりました。これはボーイング機3機分、あるいはアフリカゾウ160頭分の重さです。またこの巨石の付近には学者たちをうならせるまた別の不思議が存在していました。それはもう一つの巨石、その重さは1200トン以上でした。しかし古代の建設技術はここで終わっていませんでした。2014年にはドイツの考古学者が同じ採石場でさらに1650トンの石材を発見したのです。古代の人々がなぜスクールバス125台分の重さの石材を必要としたのか、その真相は分かっていません。またこれほどの石材が打ち捨てられた理由も不明です。その問題は別にしても、この石材は人類史上最大の石材だと言われているのです。出てくるのは謎ばかり。もしかすると古代の人々は現代よりも進んだ技術を持っていたのではないかと考える研究者もいます。そうは思っていない研究者たちも皆、石材がどのように動かされたのかという謎を解き明かすために情熱を燃やしています。地球上には
古代の多くの建物や遺物が大量に残されています。その中には現代の考古学者を悩ませるようなものが存在するのです。エジプト、ジェセル王のピラミッド付近からはトンネルのネットワークが発見されています。この場所はセラペウムと呼ばれており、そこには70トンから100トンの24の石の棺が収められています。巨大な石棺は巨大な花崗岩を削り出して作られており、非常に重い蓋がされています。その形は完全なシンメトリーで、手で触れると表面はガラスのように滑らかです。現代の技術力をもってしてもこのような仕事は簡単に行えるものではありません。しかしそれが古代エジプト人の手によって成し遂げられていたのです。リュクルゴスの聖杯は古代のナノテクノロジーのレベルを見せつけてくれます。この杯はガラス製で色が変わるのです。光源を杯の前に置くと緑色に、光源を後ろに置くと深い赤に変わります。この時ギリシャの王リュクルゴスのレリーフは紫色に変化します。現代人がこの現象の原因を解明できたのは20世紀の終わりになってからでした。顕微鏡で分析をしたところ、中に微小な銀や金、銅の粒子が含まれていることが初めて分かったのです。これがガラスに混ぜ込まれることで二色性という性質が生まれます。しかも金と銀は非常にきめ細やかな粉末にされています。これは偶然の賜物とは考えにくく、古代の人々がこのような技術を持っていたと考えるのが自然です。ボリビアにはプマプンク遺跡と呼ばれる奇妙な遺跡が存在しています。それはまるで建設現場で巨人が遊んだかのような様相を呈しています。遊び終わった巨人はその後後片付けを忘れてしまったのでしょう。もちろん巨人なんてものはいません。巨大な石材は1500年前に労働者が切り出したものです。石材の中には重さ100トンを超えるものが含まれています。石材は標高4000メートルへ100キロメートル離れた採石場から運ばれていました。辺り一帯には森がなく、丸太を使った頃は使用することができませんでした。この遺跡はインカ帝国に所属するもので、この帝国には車輪という技術がなかったのは有名な話です。1992年中国の村人が池の水を抜きました。もともとこの池は何世紀にもわたり洗濯や漁業が行われていた場所です。水の汲み出しには1日がかかりました。するとその底から予想外のものが見つかったのです。それは深さ30メートルにまで届く洞窟への入り口でした。発見されたこの洞窟は流遊石窟と呼ばれ、名も知れぬ人々によって3万平方メートルの部屋が掘られていました。石窟には個別の部屋や橋、プール、天井を支える柱があり、壁面には曲がった線が刻まれていました。この石窟が誰の手によって作られたものかは全く分かっていません。18世紀のイタリアを生きたアントニオ・ストラディバリは楽器職人でした。彼の手による作品は現在600点が現存しています。そのうち500点はバイオリン、そしてその一つがオークションで1600万ドルの値をつけています。ストラディバリの制作したバイオリンはクリアーな深みのある音を奏でます。しかしなぜ彼のバイオリンばかりがそのような音になるのかということについては科学的に解明されていません。表面に塗っているニスに秘密があるのではないかという説や、材料に使った木材ではないかという説も存在しています。当時のヨーロッパは寒冷な気候で、そのために木材の密度が高まったのではないかとも言われています。その木材が耳に心地よい音を生み出した可能性があるのです。インドの都市デリーには高さ7メートルの柱が立っています。その重さは 6.5 トンで、その組成は 98% が錬鉄です。1600年前に建てられたこの柱は錆も劣化もしていません。地域の乾燥した気候と金属の組成によって錆が防がれているのではないかという仮説が唱えられていますが、本当のところいかにして古代の鍛冶職人が錆ない鉄を生み出したのかは明らかにならないままです。これは現代の金属技術にとっても非常に難しい課題なのです。アルナスラの巨石はまっすぐ縦に割れた岩で、それぞれの片割れは台座の上に乗せられています。
この岩は古代のレーザー技術の証拠なのではないかと考える人もいますが、地質学的に見ると岩は真下で起こった地盤の移動や振動によって割られた可能性があるのだといいます。割れ目は何千年と時を経るにつれて次第に深くなってゆき、それが今ある岩の姿になったのです。ラット対策用のディスクがあるんです。ラットは通常アンカーチェーンを介してボートに乗るので、このディスクをつけておけば防ぐことができるんです。ジュエリーは小さなポーチに入れられて販売されることがよくあります。これには変色を防ぐという隠された目的があります。ほとんどの小売業者は指輪やアクセサリーなどをポーチに入れることで販売するものすべてが安全であることを保証します。多くのスーパーではオレンジはメッシュの袋に入っていますよね。これらの袋には隠された目的がありませんが、非常に便利な掃除具として使えます。次回油っこいフライパンがあるときにはこれを縛ってこすってみましょう。ジャムが入っているヨーグルトの容器、このタイプのプラスチックは非常に柔軟性があるので、半分に折りたたんでジャムを直接ヨーグルトにかけることができます。ラバーカップに隠された目的はシンクに使用されることを意図して製造されました。確かに便器にも使えますが、必要な場合に備えてシンクの詰まりを取り除くためにもう一つ用意しておくと良いかもしれませんね。シンクの上部にある余分な穴には複数の隠された機能があります。まず誰かが蛇口を閉めるのを忘れた場合でも水が溢れることはなく、トイレが浸水することもありません。またその穴は水が流れ落ちるのを助ける空気の逃げ道を与えるので、水がより早く排水されるのです。ほとんどの金属製のチャックにはチャックが外れるなど厄介なことが起こらないように内部に隠されたロックがあるんです。チャックの持ち手を上向きのままにしないでください。下に引くと自動的にロックされますよ。それはすべて持ち手の下に隠された小さな溝のおかげなんです。バスフォームは楽しくて香りが良いだけでなく温度調節にも役立ちます。泡は水を温かく保つので、もう少し長くお風呂を楽しむことができるんです。とはいえこれはアクリル製の浴槽でのみ機能します。金属製の浴槽はどちらにせよ非常に早く熱を失います。エスカレーターのブラシは靴を清潔にし磨き上げるためのものではありません。エスカレーターが動いている間ブラシにワックスを塗るのは難しいですよね。これは安全のためにあるんです。ブラシがあれば端に近づくことができないので、長いコートやブーツカットジーンズが挟まることもありません。もともとゴルフボールは滑らかだったんです。しかし今では表面がデコボコですよね。その理由はプレイヤーがダメージのある使い古したボールの方が新品のボールよりもうまく飛ぶと気づいたから。ある時点でメーカーはくぼみのあるボールの製造を開始。アルミホイルの箱を見てみると側面に押すことができるタブがあることがわかると思います。これはアルミホイルをまっすぐに保ち転がるのを防いでくれるんです。またタブのおかげで必要な分のアルミホイルを簡単に剥がすことができます。ジェリカンには3つの持ち手があります。これは賢いデザイナーのアイディアで、一人で運ぶときは中央のハンドルだけを使って重量を均等に分散することができます。一方友達に運ぶのを手伝ってもらいたい場合はそれぞれ側面についている持ち手をつかむと楽に運べるんです。北アメリカと中央アメリカで使用されている標準コンセントの2つの極は理にかなっているんですよ。では先端近くの穴はどうでしょうか。この穴のおかげでコンセントはプラグをしっかりと握り、緩んだり外れたりすることはありません。デオドラントスティックを全部使い切れていないとイライラしますよね。少しだけ残っていますが、なかなかそれを使うことができません。でも簡単なコツがあるんです。そこのネジを外し、鉛筆をくるくる回す部分の下に押し込みましょう。そうすればデオドラントの残りを押し出すことができます。リントローラーは小さな繊維を取り除くのに便利ですが、他のものをきれいにするためにも使用できます。例えば食器洗い機の調理器具トレイから汚れを取り除きたい場合は、粘着性のあるリントローラーを各コンパートメントに入れるだけでパン粉や汚れなどすべて取り除くことができます。
トランプに描かれている王様は歴史上の本物の人物。スペードはダビデ王、クラブはアレキサンダー大王、ハートはカール大帝、ダイヤモンドはジュリアス・シーザー。指輪はかつてはスタイリッシュなアクセサリーではありませんでした。貴族は指輪を封印として使用し、射手は弓の弦の傷から指を守るために使用されていました。また針仕事をする女性は針の刺し傷から指を保護していたのです。車の取り外し可能なヘッドレストは安全を考慮して設置されています。シートから引き抜くとかなり頑丈な2本のバーがありますよね。車の中に閉じ込められた時、このバーを使って窓を壊し逃げることができるんです。車のダッシュボードの給油インジケーターの横にある小さな矢印は、車両のどちら側に燃料タンクの開口部があるかを示しているんです。これはレンタカーに給油する必要がある場合に便利。皆さんはおそらくずっと間違った方法でシャンプーをしてきたのではないでしょうか。シャンプーは直接髪の毛につけるものではありません。根元だけにつけるものなんです。泡は髪の毛をきれいにするのに十分ですからね。ネクタイを固定するにはシャツの襟の裏側にあるボタンが必要。とはいえこのボタンは現代あまり人気のないスリムなネクタイのためにデザインされたので、今ではこのボタンはデザインに過ぎません。コットンパッドの袋にはフックやホルダーにかけるための紐がついています。パックを緩めて再度締める必要はありません。下を見てください。穴の開いた線があります。それに沿って引き裂くとコットンパッドが簡単に出せるんです。消しゴムの赤い面は鉛筆用、青い面はインク用というのはただの噂話。青い面は厚い紙に使用できます。鉛筆でもインクでも使えますが、紙が本当に厚いことを確認してください。しかし実はこれさらに多くのことにも使えるんです。宝石を磨いたり、スマホのスクリーンなど電子機器をきれいにしたり、剥がれない粘着力のステッカーってありますよね。きれいに取り除きたいとき消しゴムが役立ちます。またスエードや壁の汚れの掃除にも便利。スティック型の袋を開けるとき端っこから破るのは間違い、真ん中を破って開けるのが正しい開け方なんです。対して違いがないように思うかもしれませんが、細々としたゴミを防ぐことができます。襟の下部にある小さな V パッチはウエストバンドや襟口と同じようにウェビング素材の二重層でできているため、時間の経過とともに形が崩れることなくセーターを着るのに役立ちます。 T シャツにジュースをこぼさないようにするには容器の反対側から注いでみてください。こぼれにくくコントロールがしやすくなります。新鮮で柔らかいピーナッツバターを楽しむためには逆さまに保管しましょう。そうすればオイルは常にそこに留まることがなく、瓶の中に均等に分配されることになります。オーブンの下には引き出しがあり、食べ物を温かく保てると聞いたことがある人も多いと思います。加えてその引き出しでは低い温度でゆっくりと調理することもできるんです。リップライナーやアイペンシルにはパッケージに鉛筆削りが取り付けられている場合がありますよね。鉛筆の後ろにある蓋はペンシルの色を示しているだけではありません。引き出して削ることができるんです。ショッピングカートのループはカート内のすべてのものをより適切に整理するのに役立ちます。例えば人参と玉ねぎの横に新しい白ジャケットを置きたくはないですよね。フルーツについているシールはリンゴの過去が記載されているんです。どういうことかって、最初の数字が9で5桁の数字は良いサイン。これは有機製品という意味。3または4で始まる4桁の数字は従来の方法で栽培されたことを意味します。番号が8で始まり5桁の場合は買わない方が良いでしょう。リベットとしても知られているデニムパンツの金属ボタンは、鉱山労働者が重い道具をポケットに入れる際耐久性を保つために役立ちます。ポケットに重たいものを入れない現代でも便利ですよ。リベットは縫い目を強くしジーンズを長持ちさせます。すべてのティックタックの容器は開けた時に一つのティックタックが出てくるように設計されているんです。蓋はミントと同じ形、容器を裏返し軽く振ってゆっくりと開きます。蓋の溝の間にミントが一つだけ乗っていることに気づくでしょう。
今まで容器を開けて5つ以上のミントを出していたという人は食べ方が間違っていますよ。今日はここまで。プチプチは段ボールの中で物を安全に保管するためだけに発明されたわけではないんですよ。実はストレス解消が目的だったんです。それだけじゃありません。立体的な壁紙を貼ったら家が素敵になるって思った人がいたんです。色を塗ったプチプチを壁に貼ることにしたのですが、うまくいかず温室の断熱材として売ることにしたんです。でもそれもうまくいきませんでした。3度目の正直で次に生まれたアイデアがうまくいったんです。小さなプチプチ、大きなプチプチ、あなたはどれがお好き？マカロニチーズを平らげた後は歯を磨かないといけませんよね。大事なことです。洗面所にある青い歯ブラシを手に取り、上下に、そして円を描くように磨き、口をゆすいだら完了。あと口臭予防にマウスウォッシュも使いましょう。でもあなたが使おうとしたそのマウスウォッシュって、販売された当初はマウスウォッシュではなかったようです。最初は消毒剤だったんですって。お医者さんとか看護師さんが手を消毒するあれ、ミントの香りがしますね。マウスウォッシュは床の洗剤としても使われていました。あと病気の治療にも、ヘアトニックとして売り込まれたことだってあるんです。次に掃除をしようとして洗剤がなかったら、マウスウォッシュをキャップ1杯バケツに入れてみましょう。粘土のプレイドーって楽しいですよね。いろんな形にできますからね。伸ばしたり恐竜の形にしたり、世界一長くて青いパスタみたいにしたり。でも壁めがけて投げるのはやめましょう。ある場合を除いてはですが、実はプレイドーは当初壁をきれいにするためのものだったんです。変な形を作って楽しく遊べる粘土になったのはその20年後。昔は人々が家を温めるのに石炭を使っていた時代、壁紙についたすすを取り除くためによく使われていたものだったんです。指輪って重要なものですよね。人はいろんな理由で指輪をつけます。スーパーボールで勝利した時ももらいますね。ですが昔は指輪って見せるためだけのものではなかったんです。弓の射手は弦で指を怪我しないために指輪をつけていました。針仕事をする人も指を守るためにつけていたんです。それと同時に指輪でおしゃれをしていたそうです。エジプト人は指輪をハンコとして使っていたんですよ。指輪のサインってわけです。何千年も前、とても綺麗なエジプトのオフィスに入ると、どういうわけか全てが金でできていました。そこに上司が入ってきてこう言います。これにサインしてくれるかい？そうしたら紙にロウを少しつけて指輪を押し付けるんです。いいアイデアですね。でも指輪をなくしたら大変です。プレイドーと同じようにバネのスリンキーも皆さん好きなんじゃないです？特にバックグラウンドにファンキーな音楽がかかっているスリンキーの YouTube 動画はとても人気。でもスリンキーが偶然にできたものだって知ってました？1900年代あるエンジニアが激しく揺れる船の中で、船舶の精度の高い装置を安定させる方法を考えながらデスクで懸命に働いていました。そして装置の代わりにおもちゃのアイデアを思いついたのです。ではでは、ランニングマシーンにスリンキーを置いてみてください。さあどうなるでしょう？どうなったか分かった人はコメントで教えてください。焼いたばかりのパイをどこに置けばいいか悩んだことはありませんか？フリスビーの上に置きましょう。シェフが絶叫するかもしれませんが、1871年、フリスビーが登場した時の目的はまさにパイを乗せるためだったんです。フリスビーに乗せたイチゴのパイです、どうぞってね。でもその後大学生がもっといい使い方を思いつくことになります。わかりますよね？皆さん上下逆さまにして飛ばせます？枕は綿のように柔らかいのがお好み、それとも硬いのがお好み？枕は初めふわふわではなく石みたいに硬かったんです。理由はそう、文字通り石でできていたからです。地面から頭を浮かせて小さな生物が体内に侵入するのを防ぐために使われていたのが枕。うわー。そして時を経てありがたいことにだんだん柔らかくなっていったんです。
石の枕では首が痛くなりそうですからね。考えただけで痛みを感じます。男性の皆さん、履かなくてよくてラッキーだったって思えるものありません？たった数秒それを履いて歩くだけでも転んでしまいそうです。立っているのだって無理かもしれませんね。16世紀ペルシアの兵士は馬に乗りながら弓矢をより正確に射るためにハイヒールを履いていたんです。まあ少し背が高くなりますからね。 T シャツってなんで T シャツって言うんでしょうね。でも最初はこの名前じゃなかったようです。ベーシックな T シャツは海軍の標準的な下着のシャツだったんです。100年ほど前、 T シャツという言葉は辞書にも載っていませんでした。古代エジプトではアイシャドウをつけて歩いている人がいたんですよ。時代を先取りしたメイクだって思います？確かにそうかもしれませんが、その主な目的はギラギラ光る砂漠の太陽から目を保護することだったんです。当時サングラスはありませんでしたからね。またお祝いのためのものでもありました。実際本当になぜつけていたのかという詳しい理由は分かっていません。でもなんかかっこいいですよね。アイシャドウをいっぱいつけた人がスキー場で滑り降りてくるのを見てみたいものです。記憶に問題がある方？そうそう、そこのあなた。誰でもそうですから心配ありませんよ。誰でも？え？なんだって？言おうとしてたこと忘れてしまいました。引き出しを開けてあれを、付箋を持ってきましょう。そしてメモするんです。付箋がなくなりそうってね。いい使い方ですね。付箋、ある科学者がいろいろな接着剤を研究していて偶然発明したものなんです。いろいろな混合物を試していたこの科学者、その時に物の表面に軽くくっつく糊を偶然作り上げたのです。でも開発しようとしていたのはその真逆。強力にくっつく接着剤で額に入った絵を支えられるくらい強力なものだったようです。付箋は強力な接着剤なんかよりずっといいと思いますけどね。ティッシュっていろんなところで役立ちますよね。ホットドッグにかぶりついて手がマスタードだらけになってしまった時なんか特に。ティッシュはもともと多目的に使用されてはいなかったんですよ。コールドクリームを拭き取るという妙に特殊な使い方があったそうです。何年もの時を超え使い捨てハンカチとしてあらゆる用途に使われるようになっていったのです。マーケティングチームがそのことに気づき、ご存知のクリネックスのティッシュとしてブランド再生を行いました。レストランの雰囲気に合わせて素敵に見られたいと思って着飾ったのに、テーブルクロスに飲み物をたくさんこぼしてしまいました。あー、最初は水を頼もうと思ったのに、ウェイトレスがチェリー風味のなんとかという飲み物を勧めてきたんです。そのおかげで取れないシミがついてしまいました。でも大丈夫、セロハンはまさにそんな時のために開発されたんですから。テーブルクロスを覆って上から拭けばどんなものがこぼれても大丈夫。で、それはうまくいかなかったようですが、その代わりに新しいとてもいい用途が見つかったんです。皆さんもおなじみ、食べ物を保存するのにぴったりですよね。そしていたずらにも使えますよ。帽子のポンポン、なんでついているんでしょう。デザインのためではないんですよ。船員さんたちがある用途のために帽子につけていたんです。ほら、動物って何かが近づきすぎると察知するでしょ。そういう感じのアンテナとして使われるのが目的でつけられていたんです。虫は触覚で周囲を感知し、猫や他の小さな哺乳類は長いヒゲで狭い場所に入れるかどうか判断しますよね。で、人間にはポンポンがあるというわけ。ポンポンのせいで頭をぶつけずに済むのです。現在多くのリュックについている小さな正方形のパッチは大体が飾り目的です。でも以前はアウトドアが好きな人のためのちょっとした道具だったんですよ。道具をもう一つ結びつけたり、泥で汚れたスニーカーを結びつけたりしました。時とともにその用途がなくなっていきましたが、名前は未だ引き継がれています。ラッシュタブとかピッグスナウトって言うんです。質のいいサングラスって着こなしの仕上げになりますね。でも外見のためだけではなく、多くのプロがサングラスに助けられているんです。プロのドライバー、パイロット、工事現場の作業員などは安全に仕事をするためサングラスをかけています。
1000年ほど昔、裁判官もかけていたんですよ。12世紀に裁判に出席しているとしましょう。裁判官が何を思っているかわからないのです。だってサングラスをかけているんですから、表情が見えません。サングラスは誰かを尋問しているとき顔を隠すのにぴったりなんですね。コンピューターケーブルについているフェライトコアが引っかかり、ケーブルが動かないからといって怒ってはいけません。形や色は異なることがありますが、この筒状の部品には携帯電話などの他の信号による妨害を防止する役目があるんです。海外の公衆トイレのドアの足元部分には隙間が大きく空いています。プライバシーが守られていないような気がしますが、それには狙いがあるんです。こうすることで利用者が早く用を足すようになり、トイレに列ができにくくなるんです。また何か問題が発生した場合にも助けを必要としている人を簡単に発見できます。ロンドンには街灯のような形をしているのに電球がついていない電柱のようなものがあります。この柱の正式名称はスティンクパイプで、現在では使用されていませんが、19世紀には重宝されていました。この煙突のような中が空洞の柱は、悪臭や爆発性ガスがたまらないように排出するために使われていました。本の空白のページは著者がサインするために作られたわけではなく、製造過程でできただけです。本のページは大きな1枚のシートに4ページ分が印刷されます。そのため印刷されるページ数が奇数の場合、空白のページができるのです。もともとゴルフボールの表面には凸凹がありませんでした。ですがプレイヤーたちが使いすぎて傷のあるボールの方が新品のボールよりもよく飛ぶことに気づいたのです。その後しばらくしてディンプルのあるボールが製造されるようになったのです。フロントガラスの黒い点には太陽の光が直接目に入らないよう分散する効果があります。この種のフレームは紫外線を通さないので車用サングラスのような機能があります。バックミラーのタブに芳香剤や可愛いアクセサリー、便利アイテムをぶら下げている人も多いと思います。でも本来の機能は昼と夜モードを切り替えるためのものなのです。これを使えば後ろの車のライトの光を軽減させるので目がくらむこともありません。ポテトチップスの袋にあるカラフルな点はフロントガラスの点ほど便利ではありませんが、ちゃんと目的があります。メーカーはパッケージの色をコントロールするために使われたインクの色を表示しているのです。大半の電子レンジにはサイレントモードがあります。もしピーという音が気になるようだったら、1か0を長押しすればうまくいくかもしれません。またはミュートボタンがついているのにただ気づいていなかったということもあるかもしれません。電子レンジにはいろんなタイプのものがあるので説明書を読んでみましょう。スーパーのカートのフックにはいろいろな機能があります。人参やコーラの横に高価な白いジャケットを入れたくはありませんよね。この小さなフックを使えばカート内のアイテムを整理できるので便利ですよ。皆さんは軟膏のキャップに尖った部分があるのを知っていますか？大半のチューブはプラスチックフィルムかアルミで密封されていますが、爪で開けるのはやめましょう。代わりに蓋の尖った部分を押し付ければ密閉されたチューブを簡単に開けられます。自動リップライナーやアイペンシルにはパッケージに鉛筆削りが取り付けられています。鉛筆の後ろについている蓋は色を示すだけでなく、鉛筆削りとしても使えるんです。爪楊枝にはいろんな種類のものがありますが、溝があるタイプの爪楊枝の溝って何のためにあるんでしょうか？一つ目の溝が細くなっていて、そこが折れるようになっています。もう一つの溝に爪楊枝を置けば、先端がテーブルに触れないようにするための爪楊枝置きとして使えます。割り箸でも即席の箸置きを作ることができます。箸を割る前にくっついている部分を折っておきましょう。そうすればこの部分を箸置きとして使えます。オーブンの下の引き出しはお客さんが遅れた時に食べ物を保温するためのものだと聞いたことがありますよね。この引き出しにも隠された機能があるんです。中に食べ物を入れておけば低温でゆっくりと調理することができます。もともと瓶はすべて緑色をしていましたが、いずれ茶色の瓶の方が紫外線を遮断する効果が高いことが分かったので、茶色の瓶が使われるようになったんです。果物のステッカーには製品に関する情報が全く表示されていないように見えます。
でもよく見ると数字ではっきり表示されているんです。5桁の数字が9から始まる場合はオーガニック製品だということで、4桁の数字が3か4で始まる場合、従来の方法で栽培されたということ、そして5桁の数字が8で始まる場合にはそのまま棚に置いておいた方がいいでしょう。1ドル札にも秘密があります。スパイクタイヤのような形の中に印刷された文字はどの銀行から発行されたのかを示しているんです。通貨を発行している銀行は12あります。そしてサンフランシスコで印刷された場合は L というように、それぞれ違った文字が使われています。コーヒーカップには底が欠けているように見えるものがありますが、実はこれは意図的なデザインです。実際これらのくぼみは濡れたテーブルの上でもカップが滑らないようにするための工夫で、さらに食器洗い機に入れても底の部分に水が溜まることがありません。チョコレートの箱の小さなくぼみはチョコが大好きな人のための工夫なんです。食べたいチョコの近くを押すと箱から取り出しやすくなります。泡風呂にはいい香りと心地の良さ以外にも保温効果があります。泡でお湯の熱が閉じ込められるので長い間お風呂に浸かっていられるのです。ただしこれはアクリルのバスタブの場合にしか効果がなく、金属製のバスタブではたくさん泡を立ててもすぐに冷めてしまいます。高級なドアノブは真鍮や青銅などの銅合金で作られています。これらの金属には抗細菌効果があるので、バクテリアの繁殖を抑える効果があり、細菌を数時間以内に死滅させます。でも手を洗う必要がないという意味ではありませんよ。牛乳やジュースを注ぐときに毎回こぼれて洋服を汚してしまうのであれば、多分やり方が間違っているんです。反対側から注いでみましょう。そうすれば流れが遅くなるので簡単にコントロールできますよ。ピーナッツバターを正しく保管する方法を知っていますか？普通に置いておくとすぐに固くなってしまうので、油がそこにたまらずに均等に分散されるように逆さまに保管してみましょう。ディナージャケットには普通のポケットの上に小さなポケットがありますが、これは単なる飾りではありません。これらはチケットポケットと呼ばれていて、ジャケットを着た紳士が電車の中で簡単に切符を取り出せるようにデザインされたもの。現金や小物を入れるためにも使えます。どのコーヒーショップに行っても使い捨てカップはロゴ以外全て同じに見えますよね。このカップには飲みやすくするための工夫が隠されているんです。カップの上部分は幅が広いので、飲んでいる時には鼻にぶつからず、下は幅が狭いので手が小さい人でも持てるようになっています。また幅が違うおかげでカップを重ねることもできます。パックジュースの両側の三角形の部分を持つとこぼさずに注ぐことができます。持ち上げて取っ手として使えばパッケージをつかまずに済むので、ジュースが溢れ出ずに済みます。次はメイソンジャーとネジ式のミキサーを使う便利な方法を見てみましょう。メイソンジャーをミキサーに直接はめれば、ミキサー専用の容器を洗わなくてもシェイクを作れます。ただしスピードを上げすぎないように気をつけてくださいね。次は塩と胡椒をスムーズに出せる秘訣を見てみましょう。胡椒か塩の容器を逆さまにすると底がギザギザになっています。底をもう一つの容器でこすってみましょう。そうすれば振動によって簡単に出るようになります。有線ヘッドホンであれワイヤレスであれ、ほとんどのヘッドホンには小さな穴が開いていますが、これは良い音を出すための工夫なんです。空気がこの穴を通って循環することで音質が良くなります。スティックシュガーはスマートにデザインされています。開けるときは端から破かずに真ん中から破りましょう。あまり大きな違いはなさそうですが、少なくとも細かな紙ゴミを散らかさずに済みます。一つのジッパーに二つのスライダーは必要ないと思っているなら、正しい使い方を覚えておきましょう。これはスリ防止のためのデザインで、ジッパーに小さな錠をかけられます。これで他人にバックパックを開けられずに済みます。さらに本来時計を保護するためにデザインされたジーンズの5番目のポケットに鍵を隠しておきましょう。お腹が減っているけどまだ夕食には早すぎる。そんな時にはカップラーメンなんかを食べたくなりませんか？あ、お湯が沸きました。げっ、お腹がグーグー鳴っているのにカップラーメンのカップが割れて麺が見えています。あれ、カップの底に大きな空洞？
一体なぜだと思いますか？実を言うと、この空洞は麺を保護するためのもので、メーカーが商品をかさ増ししようとしているわけではありません。カップ麺はほとんど割れていないのに、袋入りのインスタントラーメンはボロボロということがあります。この工夫は中間保持構造と呼ばれていて、配達トラックの中で麺が割れにくくなるようにしっかりと詰める方法なんです。この工夫のおかげで麺を長いまま均一に調理されます。起きた時に息が臭いのは嫌ですよね。そんな時はうがい薬が便利です。ところで、うがい薬は口をすすぐために発明されたのではないんです。実はうがい薬はもともとフロアクリーナーとして開発され販売された製品だったんです。何年もの間防腐剤として病院に販売されていましたが、売り上げは伸びませんでした。ある時、マーケティングの天才がうがい薬としてブランド再生したところ、急成長したのです。歯を磨く時にはブランド再生の凄さを思い出してください。現代ではインターネットなしの世界なんて想像しがたいですよね。ストリーミングもオンラインゲームも、可愛い子猫の写真にもアクセスできなくなってしまいます。まさかインターネットがこのように利用されるようになるとは思ってもいなかったでしょうが、実際インターネットの原型はアーパネット、もしくは高等研究計画局ネットワークと呼ばれていたんです。とても精密な機械だったので、電源を切らないようにとある科学者が、このマシンはサーバーです、絶対に電源を切らないことと書いた紙を貼り付けていました。しかも赤色で。ノートの余白は落書きするために作られたのではありません。余白はもともと書かれた内容をネズミから保護するために作られました。昔はネズミに紙をかじられることが多く、紙の端に書かれた文章がお腹を空かせたネズミに食べられてしまうことがよくありました。でも余白のために配置された線の内側に書くことで、大切な部分が食べられなくて済むようになったんです。もうお腹いっぱい、このピザは後で食べよう、ラップしておこうか、なんて時に少し引っ張っただけでロールごと箱から出るってことありますよね。ラップの細長い箱にはそれを防ぐための工夫が備えられています。箱の両端にあるタブを内側に押し込むと、ロールが固定されて箱から出なくなりますよ。知っていましたか？今日の昼食はカリフォルニアロール。中身は海苔とご飯とキュウリとアボカドとカニじゃなくてカニカマです。簡単に言えば、砂糖を加えた安い白身の魚を加熱してプレスし、形を整えたもの。結構美味しいですけどね。ちなみに海外では海のホットドッグと呼ばれているというのは冗談です。電子レンジのドアガラスの黒いメッシュはファラデーケージです。このおかげで電磁エネルギーやマイクロ波が外に漏れて、周りにいる人を加熱しない仕組みになっています。おかげで早く食べ物を加熱することができるんです。すべての電子レンジに内蔵されていますが、クオリティは異なります。このファラデーケージはスマホの電波もブロックするので結構便利ですよ。まあ、わざわざスマホを電子レンジに入れなくても、電話に出たくなかったら飛行機モードにする方が簡単ですけどね。 IQ テストを受けてアインシュタイン級の頭の良さだなんて言われたことはありますか？ちなみに IQ の平均値は100。アインシュタインがテストを受けたという証拠はほとんど見つかっていないんです。開発当初、大半の人が IQ テストは曖昧すぎて役に立たないと考えていました。このテストは本来勉強の手助けが必要な子どもたちのために設計されたものです。その後、知性を識別するために適用できることが分かりました。ですが、もともとそのために作成されたものではありません。誰でもプチプチを潰したことはありますよね。この製品も潰したり、現在の用途のために開発されたものではありません。もともとは新感触の壁紙として開発されたのです。プチプチは2枚のシャワーカーテンを密封して作成されました。でも明らかにこの商品は売れませんでした。
壁紙としては失敗作でしたが、その後壊れ物を保護するという別の使い道が発見されたのです。プチプチは最初のパソコンが出荷された際にも使われました。皆さんは壁がプチプチだらけの家を想像できますか？おしゃれか悪趣味かコメント欄で教えてくださいね。世界有数の企業が世界中で有名な製品を販売している場合、どうすれば企業秘密を守れると思いますか？コカ・コーラ社の場合、かの有名なコーラのレシピの特許を取得していません。試作品のレシピは特許を取得していましたが、変更した後は特許を取っていないのです。少数の人々しか秘密のレシピを知らず、コカ・コーラのライバル会社もレシピを手に入れようとはしていません。2006年、会社を恨んでいた従業員がその秘密を売ろうとしましたが、失敗に終わりました。海外の新品のマットレスには、これを取り外すと法によって罰せられますという意味のタグが貼り付けられています。かなりの厳重注意ですが、このタグは消費者に向けた警告ではなく、マットレスの小売業者に対する警告なんです。約100年前、マットレスのメーカーは動物の毛、病院の古いベッド、衣類などを詰め物として使っていました。ですが、古い病院のマットレスは細菌だらけだったので、厳格な法律によって使用が禁止されたのです。雨の日に家で退屈していたら、アメリカ発祥のカラフル粘土プレイドーを手作りしてみませんか？小麦粉と水と塩と食品着色料を混ぜるだけで簡単にできますよ。クリエイティブな人なら何時間だって遊べます。安上がりで衛生的で無毒なので完璧な粘土ですよ。もともとプレイドーは壁の掃除用品として1930年代に使われていたのです。当時人気のあった石鹸や水を使えない壁紙を掃除するための手段でした。その後、粘土として使われるようになったんです。ロリポップの棒に穴が開いているのに気づいていました？この穴は手品をしたり楽器を作るためのものではなく、飴が棒から取れないようにするための工夫なんです。キャンディーは熱いうちに型に流し込まれるので、飴が棒の中で固まり固定される仕組みになっています。ロリポップには興味がない？それならアメリカ産のグミベアはどうですか？ちなみに元祖グミベアはアメリカ産ではなくドイツ産です。グミベアはドイツの会社が1922年に生産し始めました。元祖の名前はグミなんとか不明ですが、実際にショーで踊っていた本物のクマからインスピレーションを得たということです。そしてその後、世界中に広まりました。キーボードの F キーと J キーの小さな隆起が何のためにあるのか疑問に思ったことはありませんか？この小さな隆起はキーボードを早く打つために、人差し指の位置を知らせるためのものです。両手の人差し指を F と J に置いておけば、キーボードを見なくても全てのキーが打ちやすくなりますよ。スリンキーは好きですか？ YouTube でグルービーな音楽とともに階段を降りるスリンキーを見たことがあるのではないでしょうか。発売当初、年齢を問わず大人気でした。でも当時はおもちゃとしてではなく、バネとして使われていたんです。もともと船の敏感な航海装置を安定させるために設計されましたが、ある日テーブルから落ちた時に面白い動きをしたのです。その後、研究が重ねられ改良されたスリンキーが誕生しました。この開発者たちを表彰したいですね。ジーンズの小さなポケットは、お釣りや鍵を入れるために作られたわけではなく、懐中時計を入れておくために作られました。現在では懐中時計を持っている人はほとんどいませんが、1890年代には大流行していたんです。ジーンズに関する面白事実はまだありますよ。ポケットの角についているリベットは過去のクールなデザインではありません。実際、これらのリベットは非常に大切な役割を果たしています。ジーンズが最も傷みやすく破れやすい部分を保護しているのです。この時代の大半の人々は過酷な肉体労働者の仕事着としてジーンズを履いていたので、丈夫さが要求されていました。
当時の人々が穴の開いたジーンズに1万円近く払っているのを知ったらショックで気絶してしまうんじゃないでしょうか。さあ、今日は皆さんが見たこともないものや知らなかった情報をお見せしましょう。すべて一つの動画で。なんてお得。例えばファーストフード店にあるドリンクバー、その外観は素敵ですが、飲み物がどこから出てきているのか気になったことはありませんか。舞台裏をお見せしましょう。なんと裏側は箱の山とチューブがあるだけになっているんですね。飲み物がなくなると従業員が箱を交換してチューブを再び接続するという仕組みです。さて、普段私たちが立ち入ることのない場所をもう少し覗いてみましょう。例えばこれは Mac のモニターの内側、こちらは公共のコインランドリーのドライヤーの後ろに隠されているものです。現在アメリカでは全家庭の5分の4に乾燥機が設置されていますが、この機械が1950年代に初めて登場した時は非常に高価なものでした。スーパーでの買い物、よくある光景ですね。私たちは何百万回も乳製品の冷蔵庫の前を通り過ぎています。でもその裏に何があるのか気になったことはありませんか。実はこれはただの棚で、店員が裏側から商品を積み上げているだけです。確かに合理的ですね。この写真はエレベーターのボタンの裏にあるものを示しています。当然のことながらたくさんのコードがありますね。すべてのボタンはエレベーターを管理するコンピューターに配線されています。ではコンピューターは特定の時間にエレベーターがどこにあるかをどのように知っているのでしょうか。これには様々なシステムが使用されていますが、最も一般的なのはシャフトにある長い垂直テープで、そこには一連の穴が開いています。エレベーターのセンサーが通過する穴の数を数え、それによって位置を特定するのです。さて、ここからも日常的に見るものの秘密が続きますよ。ジーンズにある金属製のリベットは発明当初から存在していました。初めてのジーンズを作ったジェイコブ・デイビスがズボンの破れやすい場所に銅のリベットを追加したのが始まりです。現在ではジーンズの定番の飾りとなっていますね。一部のスニーカーには余分なループがあることを知っていますか。その目的は通気性ではありません。普通に靴紐を通すためのものです。これは足首のズレを防ぐためにさらに縛る必要がある場合に使います。これは特にハイキングと登山道といったアウトドアで役立ちます。コートやジャケットの背中にある半分のベルトのようなものは実は驚くほど古い歴史があります。これらはまずオーバーサイズの軍用ジャケットに登場し、背中に余分な布を集めて作業中の邪魔にならないようにするためのものでした。今日ではこれらのベルトは単なる飾りとなっています。衣類についている布とボタンの入った小袋は一見無駄なもののように思えますが、実は大変役立つものです。ボタンはもちろん紛失した場合の取り替え用、布の切れ端は穴を塞ぐためだけでなく洗剤を試すためのサンプルとして使用できるのです。毛糸の帽子についているポンポンは18世紀の船員たちが頭を保護するために着用していたものでした。スコットランドでは一般的に着用されており、ポンポンの色がその人の社会的地位を示していました。大恐慌の時期には余った毛糸で作られた可愛い装飾品をつけた帽子が再び人気となりました。余った毛糸を使うため安価に作ることができたのです。ファッションの小物は長い歴史と意味を持ちながら現代の私たちの衣類にもしっかりと根付いているのです。歩道に小さな凹凸のあるタイルが敷かれていることに気づいたことがありますか。多くの人はあまり気に留めませんが、これは視覚障害者にとって非常に重要な役割があります。これらは例えば斜面や横断歩道を示しています。また凹凸のパターンによってその意味が変わります。車のダッシュボードにあるガソリンタンクのアイコンに小さな矢印がついていることに気づいたことがありますか。実はその矢印はガソリンタンクが車のどちら側にあるかを示しているのです。忘れっぽい人やたまにレンタカーを利用する人にとって非常に便利です。もしパネルに矢印が見つからない場合はアイコンの燃料ホースが代わりにガソリンタンクがある側を示しています。多くの化粧品や衛生用品の裏面には 6M、12M、24M といったマークがついたシンボルが記されています。
これは製品が何ヶ月間使えるかを示しています。期間が過ぎたら処分しましょう。ホイッスルは中にボールがなくとも音を出すことはできます。ではなぜボールが入っているのでしょうか。ボールが入っていないとその音は実に非常に平坦な音となり、十分に聞き分けがつきません。しかしボールが入っていると吹くたびにそのボールが動いて音がブレ、より際立った音が出せるようになります。キャンディーの棒の先端に四角い穴が開いているのにも理由があります。キャンディーを棒につける際、その一部が穴に入り、キャンディー部分が固定されます。これによりキャンディーがどんな形状でも棒から落ちにくくなります。落ちたら大惨事ですからね。巻き尺には先端に金属のスタッドがあります。多くの人は測定する面の端に巻き尺を固定するために使えることを知っていますが、実はそれだけがスタッドの便利な点ではありません。そこに開いている穴は釘に引っ掛けて手を開けた状態で測定を続けるために使えるのです。また巻き尺の端の底にはギザギザの縁があります。これは印をつける道具がないときに印をつけるのに役立ちます。巻き尺のブレードが湾曲している理由が気になったことはありますか。実はそれは巻き尺が伸ばされたときにへたることを防ぐためです。また巻き尺をよく見るとそこには数字や印だけでなく黒いひし形も描かれています。この目盛りは 48.8cm ごとに付けられており、建設現場で専門的に使用する単位に基づいています。また例えば何か重いものを吊るす場合にも役立ちます。またこれを利用して一定距離の中心を測り、物を吊るすための穴をドリルで開ける際にも使用できます。ほとんどの硬貨には縁がありますが、これは昔の名残。その昔、すべての硬貨は銀の価値に基づいて作られていました。つまり、硬貨に使用される銀の量が硬貨の価値を決めていたのです。硬貨を作るのに使われる銀が多ければ多いほど、その価値は高くなりました。とにかく、すべての硬貨には貴重な金属が含まれており、中にはあくどい人間がそれを少し削るということが横行していました。一枚では目立たない量でも、いくつかの硬貨で行われた場合、かなりの量の銀が手に入ります。この不正を暴くために考え出されたのが硬貨の縁なのです。誰かが硬貨を削ろうとするとその溝は消えてしまい使えなくなるという仕組みです。現在の硬貨は銀では作られていません。しかし縁の部分は相変わらずその機能を保っているのです。最後になるのはプラスチック製の牛乳カートン。これには一面または複数面にへこんだ溝がついています。その目的ははっきりとしており、まず耐久性を高めるというのが一つ、もう二つはカートンが床に落ちた場合に破裂するのを防ぎます。またこのへこみは液体が膨張する余裕を生み出しています。賞味期限が迫った牛乳はバクテリアの作用でガスが発生します。そのため容器の内部の圧力が高まってしまうのです。この際の圧力をへこみが受け流すことで容器は膨張しづらくなり破裂が防がれます。牛たちも牛乳が無駄にならなくなれば嬉しいですよね。カシューナッツと聞いて思い浮かべるものとはちょっと違うかもしれませんが、海外の掲示板に投稿されたのがこのブラジルでの写真。これがカシューナッツの正体で、実は純粋なナッツではありません。カシューナッツはカシューアップルの先端に育ちます。一部の果物の中にある種は核果と呼ばれ、カシューナッツもその一つ。アーモンドやピスタチオと同じ系統です。カシューナッツは16世紀中頃にポルトガル人によってインドにもたらされました。そこからはアジアから西アフリカにかけて広がっていったのです。最大消費国はアメリカ合衆国。世界の総生産の 90% を輸入しています。食べ物のトピックをもう少し続けましょう。例えばこれがパイナップルの育つ姿。パイナップルは成長の遅い作物で、収穫まで16から24ヶ月を要します。また一株のパイナップルから収穫できるのは3回程度。ちなみにパイナップルの模様の一つ一つはもともとが花だったものです。ナスは英語でエッグプラント。成長する最中の写真を見てみましょう。確かに見た目は卵そのものです。
またナスは野菜ではありません。植物学的にはスイカと同じベリー類に分類されます。また色は紫ばかりではなく白や緑、紫地に白の縞というものもあります。これの正体は何でしょう。花束のように見えるかもしれませんが、これは収穫されなかったブロッコリー。咲いている花も食用することができます。その利用の歴史は2000年以上たどることができ、古代ローマでも好んで食されました。北アメリカにもたらされたのは1920年のこと。イタリア系移民がカリフォルニアで作物としたのが始まりです。現在アメリカ合衆国は中国とインドに次いでブロッコリーの生産量で世界3位となっています。そしてこちらは花が咲いたアーティチョーク。アーティチョークは花のつぼみの部分で、人類に知られている限り最も古い作物と言われています。パイナップルは収穫まで2年がかかるとお話ししましたね。そして1株で収穫できるのは3回程度。対してアーティチョークは1年に20回収穫することができます。抗酸化物質の観点で見ると非常に健康的な野菜の一つです。これは眠っている亀の写真です。亀の多くは甲羅にこもって睡眠をとります。これは捕食者から身を守るための本能。しかし体を引っ込めることができない種類もおり、その場合はこのような姿勢で睡眠をとります。亀は中高生。必要な睡眠時間は種類によってまちまちで、10時間必要なものも1時間で済むものもあります。必要な睡眠時間は平均的に4から6時間と言われています。睡眠時、亀にとって最も重要なのは安全な隠れ場所。主に選ばれる場所は木の葉の下や土の穴などです。皆さんはカメレオンの足を見たことがありますか？カメレオンの足は前足の場合、指が3本前向きに、2本後ろ向きに生えています。後ろ足の場合はこれが逆になります。木の上で生活するカメレオンにとって、この足は枝をつかむ上で非常に役立ちます。カメレオンは体色を変えることで知られていますが、実はその目的はカモフラージュではありません。色はカメレオンの気分や周囲の温度、湿度、明るさによって変化します。カメレオンの中には舌の長さが体の2倍の長さに達するものもあります。ガチョウの顔をドアップで見たことはありますか？実はガチョウには歯があるのですが、それがくちばしと呼ばれているのです。ガチョウは非常に仲間意識が強い生き物。生まれたばかりのヒナは最初に動くものを親と認識するため、その相手がガチョウだろうが人だろうがただのものであろうが、ずっとその相手を慕います。また生涯を通じて繁殖が可能で、親鳥はヒナを必死に守ろうとします。またつがいの相手を失うと心から悲しむと言われています。群れの中に病気や怪我の個体が現れると、数羽のガチョウが共に残り守りながら世話をします。この可愛い生き物はワニの赤ちゃん。しかしその可愛さに騙されてはいけません。この時点でもうすでに歯が60本も生えているのです。またワニはその性別が遺伝子によって決まりません。それを決めるのは温度。卵が高い温度にあるとオスが生まれ、低い温度にあるとメスが多く生まれます。生まれたワニは10年かけて大人に成長します。寿命は35年程度と言われており、また塩水の中で生きることができません。一方クロコダイルと呼ばれるワニの種は特殊な線を持っており、体から塩を排出することができます。これは生まれたばかりのハトのヒナ。ハトはこれまで何羽も見たことがあると思いますが、ヒナは初めてかもしれませんね。というのもハトのヒナは6週間という鳥の中でもかなり長い期間を巣で過ごします。巣立ちをする頃にはその見た目が成長と同じになっているため、違いがわからないのです。ハトはおそらく人類に初めて飼いならされた鳥。帰巣本能に優れ、 2000km 離れた先から帰ってくることができます。これはニューヨークからフロリダまでの距離以上ですから驚きですね。生まれつき方向感覚に優れていると言われ、その昔は伝書鳩として利用されていました。これは牛の口。そしてこのブツブツは円錐乳頭と呼ばれるもの。これが牛の反芻運動を助けます。また牛は視野の角度が330度あり、多くの動きを目で捉えることができます。亀の中には1時間の睡眠しか必要としないものがいるという話をしましたね。
しかし牛の睡眠時間はさらに短く、1日に30分の睡眠をとります。またその睡眠は6から10回の短く深い睡眠に分けられます。10時間以上を寝そべって過ごしますが、残りの時間はかなりの広範囲を動き回ります。そして1日に100リットルの水を飲みます。これは何かというと、300倍に拡大した砂粒。砂は何百万年も昔に浸食によって崩れた岩石のかけらで、その表面には微生物のコロニーが存在しています。そう、そこにはミクロの世界が広がっているんです。砂はそこら中にあるとはいえ、コンクリートなどに使われる貴重な原料。またアラブ首長国連邦やシンガポールといった国は砂を利用して埋め立て地を作り、その国土を拡大しています。これは硬膜静脈洞。顔の骨の中に広がっている空洞で、額から鼻、頬骨にかけての裏にあります。鼻の粘液を生み出す重要な部分で、これが鼻から入る空気をろ過し温め、それに湿度を加えます。また味覚にも必要なものであるため、これがなければ食べ物は味気ないものとなってしまいます。これはボーリングの球の中身。非対称な形になっていることがわかりますか？実はその重心は偏ったものになっているのです。このためボーリングはボールを曲がった軌道で投げることができます。ちなみにボーリングが発明されたのは5000年前のエジプト。そう、実はそれだけ歴史があり、世界中で人気のスポーツでした。もちろんルールと道具は今とは全く違いましたけどね。世界初のボーリングレーンは19世紀のニューヨークに作られました。さて、こちらは放置された綿菓子。食べ忘れには注意しましょう。綿菓子は放置するとこれだけ縮んでしまうんです。何せその材料は色をつけた砂糖と空気のみ。つまりそのほとんどがただ同然の空気でできているんですね。また綿菓子の繊維の1本は髪の毛よりも細いんです。ちなみに12月7日はアメリカのコットンキャンディー記念日ですから、まだ祝ってない人は来年のカレンダーに印をつけておきましょう。ほとんどが空気のこのお菓子はほぼゼロカロリー。ちなみに発明者はキャンディー職人と歯医者なんだそうですよ。